ラインはトゥルー、あなたは死んでる。ちまたに転がる突然の紹介戦、どうもこいきです。アンバサダーの舐めてますね。あ、すいません、舐めてましたね今ね。ツイッターにもすごい動画いっぱいあるんやなと思って。舐めてましたね今ね。すいませんすいません。はい、皆さんそんな舐めたことできませんよ、もう今日見たら、はい、日本で巨大地震が発生する可能性が出てきました。ほう、南海トラフとかですか。そうなんです。しかもですね、もう直近2月6日、え、2月6日に起こってしまうという説が実は現在有力視されております。え、実はこれは予言などではなく、今日本各地で巨大地震の前兆とも思われるような事態が起きてしまってるからなんです。どこか人事だと思ってはいませんか。はい、もしかすると僕たちが住む日本は広い範囲で危険な事態に陥ってしまうかもしれませんよ。なんで、はい、2023年、巨大地震の被害に遭わないためにも準備を始めた方がいいかもしれません。備えろ言うと思ったね今ね。超巨大地震の予兆、まあ、予兆というかね、俺それ言うことを予兆したから今ね、はいはいはい、今日だから冴えてるから当たるかもしれないから今日ね。実は日本では巨大地震の前兆とも言われる異変がすでに起こっています、はい、それが深海魚の打ち上げ、まあ、メガマウスね。違うんですか。実際に今年の1月15日には鳥取県岩美町で、本来は太平洋側の水深200メートルから1000メートル付近の深海に生息しているという体長3メートルほどのゴミでダイオウイカ打ち上げられてんて。あ、僕イカ焼き好きですよ。いやいや、何人前やねんこれ。1000。リアルやな。美味しいんか。わからん。そして異様なのはダイオウイカだけにとどまらず、同じく今年の1月11日には茅ヶ崎市の湘南の海では大型深海魚の一種としても知られるリュウグウノツカイが打ち上げられました。はいはい、パラドックスポケモンみたいなネーミングですね。ほんまね。地震や津波の前触れじゃないかと不吉さを感じるネットユーザーたちも、まあ、多く見受けられたというふうに言います。こちらはですね、実際にツイッター上で発信された打ち上げられたリュウグウノツカイです。こんな浜辺におったらびっくりするよな。すげえ。リュウグウノツカイ発見してちょっとバビるわ。バビりますね。ねえ、バズってますね。また海の生物の異変はこれだけにとどまらず、今年の1月9日トラ君もね、よくネタにしてましたけども、大阪湾の淀川河口付近に、びっくりしたよ。え、淀川にクジラがおって潮吹いてたから、うん、ほんまにびっくりした。淀ちゃんっていうんだって。そのクジラが迷い込んで全国的に報道されました。しかしこのように今年に入って相次いで報告されている海洋生物たちの異常な行動、もしかしたら単なる偶然なのではないのかもしれません。東京湾にもクジラ来ましたからね。ねえ、なんと2011年3月11日三陸沖を震源として発生した巨大地震である東日本大震災のおよそ1ヶ月前にも同様の前兆っていうのが見られてるんですよね。それが2011年2月13日に静岡県沼津市でベテランダイバーの方が、通常では水深1200メートルほどに生息するはずの深海魚チョウチンアンコを超浅瀬で発見したという報告がありました。あ、美味しそうですね。いや、どこが美味しそうだね。これ身あるんか。これアンコウ鍋。あ、確かアンコウ鍋って言うもんな。美味しいんかもしらん。どうなんでしょうか、気まぐれコックさん。さらにダイバーの方は25年のキャリアを持つにもかかわらず初めての経験だったということで、すご、非常に珍しい現象だというふうに言います、はい、そしてそのおよそ26日後に発生したのが東日本大震災なんですよね。このような生物の異常が起こっているために深海生物の打ち上げが頻発した1月15日前後から26日後である2月6日前後に巨大地震がやってくるんじゃないかという説が広まっていると。いやいやな。ね。まあ、ここまで聞くと考えすぎではと思う方もいらっしゃると思います。なんとですね、生物の異常は単なる偶然ではなく、これから起こる恐ろしい未来を僕たちに伝えようとしてくれているのかもしれません。お、巨大地震を知らせる異常行動。実は地震の前兆と言われている海洋生物の打ち上げは単なるこれ迷信じゃないんですよね。これね、科学的にもちゃんと認知されているらしくて、地震と無関係ではないと言われています。それが交感異常現象というちょっと聞き馴染みのない現象なんですよ。そうっすね。まずね、交感異常現象とは何ぞやと、はい、巨大地震の前兆として地鳴りや地下水、海水の水位変動、水質変化、動物の異常行動などを指すと言われています。実際に1995年1月17日に兵庫県南部地震より発生し甚大な被害を及ぼした阪神淡路大震災では、震災の4日前に三重県の南東町沖に設置した海に仕掛けた網でリュウグウノツカイが捕獲されてます。はい、その上同沖合では2004年8月に発生した紀伊半島南東沖地震の前にも全く同じ現象が起こっていると。
そして2011年2月にニュージーランドでマグニチュード 6.1 を記録したクライストチャーチ大地震では、2日前にニュージーランド南部にてクジラがなんと100頭以上打ち上げられたという生物の異常行動が見られたそうです。さらに2011年3月の東日本大震災では、地震の3日前に三陸海岸でなんとイルカが348頭、そして茨城県では50頭の打ち上げが確認されたということですね。このようなことから、海洋生物の大量の打ち上げ、異常行動は実質的に地震と何らかの関係があるんじゃないかというふうに言われている。確かに、うん、そしてこれだけではなく、今ここ日本各地で巨大地震の予兆が次々と現れてきてしまっているんです。ほう。全国に広がる不穏現象、実は生物の行動異常だけではなく、はい、他にも直近で巨大地震が起こる前兆が数多く報告されちゃっているんですよね。実際に山梨県中央部に位置する甲府盆地周辺では SNS 上で道路のひび割れが報告されています。割れてるね。割れてますよね。実はですね、同じような傾向として、1964年の新潟地震より以前の4年間で地面がおよそ16センチほど隆起、地面がひび割れるという現象が報告されていたようなんです。そして元日本地質学会会長の石渡氏によりますと、いい名前ですね。え、なんで地質学で石渡り、うん、どうですか。ちょっといい名前であることは否定しないんですけども、うん、なんでこれが関連しいい名前と言ったのかがちょっと謎で。あ、そうですか。はい、なるほど。地震の前兆として井戸水や温泉の枯渇、異常湧出、温度変化が挙げられているというふうに言います。とにかく異常が起きてると。異常が起きてるんです今ね、はい、なんと現在その異常とも言えるとんでもないことがもう全国各地で同時多発してるんですよ。まずね、温泉の枯渇見た。これなんか営業できひんみたいな。そう、だって温泉って温泉出るから温泉や。当たり前よ。そうこれが枯渇するってやばないですか。ほんまに。なんと長野県北部にある千曲市の温泉施設では、2004年時点で毎分55リットルあった湯量が2022年11月頃から湯量の減少が加速しまして、現在では半分以下にまでなってしまっているそうです。うわ、俺聞いたよ、有名な温泉施設でもお湯出えへんからボイラーになんか温泉のなんか元みたいな一部混ぜ足してるっていう。え、オイラはボイラーやん。いや、それとは違うんですけども、それってなんかちょっと騙された気になる。まあそうやね、それ分からんしな。そう、それやったらそれの地方に行かんでもさ、スーパー銭湯でもええやんと思っちゃう。バスクリーンっていいよな。いや、思っちゃうやんか。それぐらい今ちょっと必死なんやろな。また千曲市生活安全課の担当者によれば、源泉や整備の調査をしても原因が分かっていないと発言。じゃあほんまに自然由来のものの可能性があるんや。そうだ、もう解決する方法ないんですよ。やば。さらに大分県別府市も温泉って言ったらもうね、別府有名ですよね。温泉施設では温泉の温度が近年で9度も低下していることが判明しているんだそうです。いやいや、風呂の温度9度はやばいよ。本当やばいよね。9度ね、水風呂やから。つまり地震の前兆ともいえる地下水の異常が同時期に全国で発生しているというふうに言われている。その上、地震情報の配信や観測を行っているキリン地震研究所っていうのがあるんですけども、はい、今年1月21日に公表した観測データによりますと、三重県南東部に位置する伊勢市から半径160キロにわたってマグニチュード8クラスの前兆反応が出現していることを公開しております。すごいよねこれね。ね、このように各地では巨大地震の前兆が見られており、そう遠くないうちに僕たちに恐ろしい未来が訪れるのかもしれません。地震ももちろん怖いけどさ、前兆としてその温泉がぬるなるとか温泉が枯渇するってのはちょっと身近で本当に嫌よな。嫌やね。僕らもその福島万博でこれ配信されてることは終わってると思うんだけども、はい、ちょっと落ち着いたら温泉でも仲間で行こうなんて言ってるわけですけども、うん、温泉行けなかったら嫌やもんね。僕も初めて聞きましたけど、もしかして誘われてないですか。え、微妙な空気になっちゃったね。大災害が起きてます。大災害の襲来、よくない。ここまで聞いた方でほとんどの方は察しているかもしれませんが、僕は友達がいないことを、はい、実はもう間もなく日本で発生する巨大地震は南海トラフ地震なんです。最初に言ってもらった。そこだけ察しがいいから。まず南海トラフ地震とは、政府の地震本部によりますと、日本列島が位置する大陸のプレートと海洋のフィリピン海プレートという2つのプレートの歪みによって発生するというふうに言われています、はい、こちらが実際に地震本部がホームページ上で公開しているプレートの歪みが発生している範囲なんですね。なんとこの範囲は生物の行動異常が報告されている範囲とほぼ合致してるんですよ。やばないですか。来るね。来そうよね。で、そして今では南海トラフ地震が今後30
30年間以内に、まあ、起きる確率っていうのが70%から80%あるんですよ、はい、これだけでも自然災害としてはかなり高い数字に感じてしまうわけなんですよね。さらになんと2022年には今後40年以内に起きる確率が 90% まで上昇するんです。なんか見たで、これ俺ニュースで。いやこれ有名やね。そうそうそう、だって僕らもさ、あの隊長さんとコラボした時に 70%80% って言われてもっていう他人事っぽく聞こえてたけど、じゃああなた今日の朝出る時に家をね、降水確率 80% やったらどうしますと。傘持って出るでしょ、備えるよね普通は。とでも地震に対して 80% って言ってもあんまり備えるというか防災意識ってちょっと薄いやんか。それちょっとこれを機にね、備えをしてほしいですよね。笛を買うとかね。そう、笛は絶対買ってくださいね。まあ、それだけではなく、今年の1月に地震調査委員会により公表された今後20年以内にマグニチュード8から9クラスの地震が発生する確率というのは前年50から60%の間やってんけども、なんと 60% に引き上げられました。ほう、はい、年々南海トラフ地震への警戒を強める必要があると警告されてるんですね。その上、気象庁では南海トラフ地震は100年から150年間隔で繰り返し発生している巨大地震であり、前回発生してから70年以上経過しているため切迫性が高まっているということなんですね。いや、この周期っていうのもね、僕たちが生きてる間に何周期もするわけじゃないから、なんかちょっと宝くじ的な感覚、当たらずにいられるだろうみたいなこといるんだけど、感覚としてね。まあでも来る確率の方が高いですもんね。そう、どんどん高なるのは分かるよ、これ周期があるんやからね。当たらんといてほしい ね。つまり日本を襲う脅威の災害はもういつ起こってもおかしくない、明日起こってもおかしくないんですよ。このようなことから現在全国各地で起きている地震の前兆は南海トラフ地震によるものではないかというふうに言われているわけですよね、はいはい、そして僕たちを襲う災害はこれだけでは終わらず、巨大地震はさらにとんでもない事態を生み出すかもしれません、うん、巨大地震の続発に備えろ備えろ。はい、ありがとうございます。実は南海トラフ地震による大災害は一度では終わらないというふうに言うんですね。ほう、はい、なんと南海トラフ地震が発生した後1週間以内に同規模の大地震が連続して発生するらしい。あんま聞いたことない説ですね。いやもう本当にこれ怖くないですか。いやだってやばくない普通に、ね、だって実際さ、東日本大震災とかもさ、はい、地震が起こった後津波でさ二次災害もあったし、そうそう、阪神淡路大震災も地震が発生したのが朝で、うん、みんなご飯を作ってる時間帯から火事で死んじゃった方も多いと聞きますから、うん、そうそう、寝てる時間帯だからね。ね、それが1回終わって2回また来て、さらに1週間後また同じクラス来るってやばないですか。勘弁してよ。ね、実際に東北大学、京都大学、東京大学の研究チームが2023年1月にサイエンティフィックリポーツという国際的な学術誌で発表した結果によりますと、南海トラフ地震が発生した後同レベルの巨大地震が起こる確率は、これすごいですよ、聞かない方がいいかもしれない、 96%。 いやー来るなぁ。最大では平常時の3600倍巨大地震が起こりやすい状態になってしまっていると。これ事実が判明しました。なんで？そしてこれは単なる予測ではなく、1854年の江戸時代後期に南海トラフ沿いで発生したマグニチュード8以上の威力を持った安政東海地震のおよそ32時間後にその西側で安政南海地震が発生、これ事実としてあるんですよ。なるほどね。こちら貴重な文献の写真があるんですけども、これがですね、安政東海地震の絵図なんですが、地獄絵図やこれも。すごいね。もうきついなこれね。また1946年に南海トラフ沿いの領域を震源としたマグニチュード8クラスの昭和東南海地震のおよそ2年後にも同様程度の規模を持った昭和南海地震が発生。2年もきつい ね。つまり歴史上発生した南海トラフ地震というのは必ずと言っていいほど同規模地震が併発してるんですよ。さらに気象庁では南海トラフ地震が発生してしまった場合、次なる巨大地震の続発に備えた巨大地震警戒臨時情報を発表することを取り決めしています。こちらが内閣府と気象庁が実際にホームページで公開している情報になります。はい、このようなことから南海トラフ地震による災害は一度では終わることはなく、大規模な揺れが連続して日本列島を襲うということなんです。よくないね。じゃあですね、実際に南海トラフ地震が発生したら僕たちは一体どのようにして命を守ればいいんでしょうか。そうです。気象庁が公開している防災情報によりますと、はい、こちらをご覧ください。備蓄、非常持ち出し品の準備、安全スペースの確保、連絡手段の確認、家具の固定、訓練に参加する、周囲の状況の確認、うん、ということで、まあ一個ずつね、説明するまでもなく簡単なことですよね。地震が起こって離れ離れに家族となってどこで集合するとか、どういうふうに連絡を取り合うとか、あと書いてなかったですけど、まあ、増え
上ね持っとくのめちゃくちゃいいらしいですよ。そうなんですよ。災害ね起こって、そうそう、瓦礫とかに埋もれちゃった時に声出せなくなっちゃったりする時に、うん、笛があったら場所をお知らせすることができるって、これすごい学びやったな。家に3つある。だからリュックとかねカバンとかにも入れとくといいと思う、うん、ね、出先で襲われるかもしれませんし、うん、であとやっぱね部屋片付けとくこと。火災とかが発生した時に煙でもう前見えへんねんって1メートル先が。そういう時はもうかがんで行動せなあかんねんけど、そこでもつまずいちゃったりしたら終わりやし、そこで慌ててわーってやると煙がね充満しちゃうんだって。こうやってそれが悪影響なんで、ちゃんとね片付けとけば避難経路通り行けるはずやから、余計なものを置かないようにということで、まあね、この火事の中で、うん、まあ、一生懸命消防士の方がね、うん、小豚を助けたらしいんですよ。半年後この小豚がソーセージになって送り届けられたっていう、うん、何とも言えないニュースを僕は最近見てしまいましてですね、非常にやるせない気持ちになりましたね。まあソーセージ美味しいからな。ええ、消防士どういう気持ちで食う？もう泣くで俺やったら。どういう気持ちでその豚の飼い主を送ってきたん？でもさ、食べられて終わるのとさ火事でとは違うじゃないですか、意味合いが。そうやけどさ、それ今日も最後に言うことはあった？リプラン見たらさ、うん、豚の恩返しって書かれててさ、もう人の心がねえと思ってこれは良くないね。本当にびっくりしちゃった。まあ日本というのは地震大国ですから、一人一人が日頃から備えておくことが命を守る行動につながるのではないでしょうか。僕たちが生きている間に必ず起こると言われている南海トラフ地震はいつ発生してもおかしくない状況でやってきます。もちろんね、好きな人と離れ離れになってしまうのも嫌ですし、何よりもワンピースの最終回が見れないのは良くないでしょう。そうよ。だからみんなワンピースの最終回が終わるまでちゃんとね生きようということですね。本日の説は以上です。最近美味しいね焼き鳥の缶詰見つけましたね。どういう気持ちだ、鳥からしたら。ほんまテンションが高いっすね。怖っ。それでは本日の鳥肌スコアは、ちょっと怖いわ、26。まあ、備えましょう。本日の鳥肌ポイントは、まあ、備えあれば憂いなし。憂いあるかもしれませんけど、まあ、逃げれるようにしていきましょう。それでは See you Bye。LINE はトゥルー、あなたは信じる、ちまたに転がると都市伝説紹介するどうもこきです。アンバサダーのトウヨです。はい、2021年に話題になった都市伝説で、はい、印象深い都市伝説ありました？たくさんありましたね今年は。はいはいはい、何ですか？まあ、例えばやっぱり未来人国分霊だとか、うん、ああなるほど、まあ、すごい好きでしたね。予言も確かにね良かったけども、うん、秘密結社とかね、ああそうですね、いろいろ小屋下では盛り上がったテーマたくさんあると思うんですけど、取り上げました。都市伝説を広めていった番組としたら、やはりこちらやりすぎ都市伝説ではないでしょうか。信じるか信じないかもあなた次第ということで、9月に放送された時、関さんは人類が肉体を捨て仮想空間、つまりメタバース上で生きることになる可能性を示唆しておりました。言うてましたね。あくびしながらやめてください。はい、そんな SF 映画のようなことが本当に起きるのかと。いや、ほんまにマトリックスの世界ですよ。はい、放送後世界で何が起こったか分かりますか？メタですね。そう、世界的な企業である Facebook 社がなんとメタ社に社名を変更しましたよね。うん、本気でメタバースを作ることに乗り出して話題になっております。そうですね。はい、メタ社に社名変更後ですよ、はい、メタバース関係のさまざまな企業の株価が急激に上がるなど、うんうん、2021年はまさにメタバース元年というふうに言われていたそうですよ。これ予想なんですけど、僕来年もメタバース元年という言葉使われると思いますねあ、そうですか。はい、そして12月17日に放送されたやりすぎ都市伝説を見た方なら分かると思うんですけども、関さんが語ったことは災害だったんですよね。南海トラフ大地震、首都直下型地震、富士山噴火、何年も前からいつかは来ると言われていた災害ですけども、2035年に南海トラフ大地震が来る可能性まで言及してました。しかり言及されてましたからね。テレビのメディアがいつに来るっていうのを言うってなかなか珍しい、かなりレアですよね。うん、だってこういうのって都市伝説の僕らみたいなね、巷に転がってるからこういうことを紹介してるっていうのは違うやんか。テレビの影響力って大きいから。大きいですね。例えば向こう30年以内に起こる可能性があるとかっていう言い方を国とかするじゃん。しますね。でも2035年に来るって言っちゃうと、それまでに来ちゃった、いや35年に来るって聞いてたから備えてないよって言われちゃうし、それ以降に来ても来なかったじゃん嘘つきって言って緩めた瞬間に来ちゃったら結局叩かれちゃったりするじゃん。そうなんですよね。なるべくこの明言しないようにすると思うんですけど、なぜか35年ってぴったし関さん言ってるんですよね。これまで本当かどうかわからないような都市伝説だったのは、まあ噂話として面白い域だったんですけども、その域を超えてもうすぐ災害が来ると断定して警告したことがとても印象深かったと思うんですよ。ですね。でね、ここまでやりすぎ都市伝説が災害に対して警告したのは、まあおそらく初めて、うんうんうん、はい、それではこの放送の後に皆さん何があったか覚えてますか？何があったか、はい、VMAX クライマックスが発売されましたかね。テレビの放送からたった4日後ですよ、うんうん、12月21日に内閣府がこのような発表しました。北海道東北沖マグニチュード9以上の地震、最大19万9000人死亡、内閣府想定。え、
こういう見出しの記事が出まして、まず内閣府こんなことやってんの。そうです。で僕もねすぐねツイッターで見てニュースのとかスクショ撮ってスタッフに送ったんだけど、さすがにみんなビビってた。いやビビりますね。この年の瀬にね不安になる要素をいちいち言う必要があるでしょうか。いやほんまにほんまに、まあ、それも緊急性が高い、意外とすぐ来るかもっていうところが想定されているからこうなっているんじゃないですか。確かにね。はい、前回放送後メタバースが盛り上がったように、今回もやりすぎ都市伝説が取り上げた話題について大きなニュースがすぐ流れるという異例の事態だと思うんですよね。しかも国が発表しているということでより一層怖く感じたかもしれません。この地震についてまあ調べたんですけど、はい、日本はもうなすすべなしと思えるほどの緊急事態かもしれません。そうなんですね。世紀の大地震。今回内閣府が発表した内容というのは、はい、なんと被害想定が東日本大震災の約10倍以上と、とんでもないな、超巨大地震なんですよね。太平洋の岩手沖から北海道沖にかけて、はい、日本海溝、千島海溝沿いで起きるマグニチュード9クラスの巨大地震について被害想定を初めて公表したんだって。ほう、なかなかね今関東で地震が多発していることに慣れてしまって、僕らとしてはちょっと遠く感じて新鮮な感じがしちゃうんだけども、そうですね、これめちゃめちゃ怖いんですよ皆さん、覚えておいてほしいんですね。はい、この公表された被害想定によると北海道近くの千島海溝、知らないでしょ千島海溝。知らないですね。はい、震源となった場合死者数が最大10万人、被害総額16兆7000億円、えぐいね。そう、これがどれぐらいの規模かと言いますと、東日本大震災の時は死者1万5000人でしたから、1万5000人に対して10万人の予想ですよ。とんでもないな。はい、さらに千島海溝以上に危ないのが日本海溝、今の下のところね、震源となった場合の地震らしいんですよ。日本海溝聞いたことありますね。はい、内閣府が発表している被害規模は死者数最大19万9000人、被害総額31兆3000億円。すごっ。死者数だけ見ると東日本大震災の13倍以上という規模になってるんですね。千島海溝では過去6500年分の地震調査の結果、340年から380年の間隔で超巨大地震が起こることが判明しております。そして千島海溝では前回の地震からなんと400年ほど経過しているそうで、いつ地震が起きてもおかしくない状態なんです。いやもう富士山とかもやけどさ、そんなんばっかやな今。そう、めっちゃみんな溜めてんのよ。そしてこの地震で一番危険なのが津波。このことから政府の地震調査委員会は大津波をもたらす巨大地震の発生が切迫している可能性が高いとして発表している。僕たち地震大国に住んでてもさ、はい、やっぱり地震が起こって、まあ、机の下に隠れましょうとか、うん、まあそれは当たり前なんだけども、津波でこんだけ二次災害が起こるって思ってなかったもんね。そうですね。はい、昔はねここまで津波が来たみたいなマークがね福島のところにも書かれてたそうじゃないですか。はいはいはい、だから昔はそういうことがあったから教訓としてたんでしょうけど、まあ、どこかでちょっと平和ボケてたあれですけども、うん、平和に慣れちゃってたら地震の対策はできていてもその後の対策っていうのはできてなかったように思うんですよね。そうですね。津波って本当に怖いなと思って。続いてですよ、大地震発生時期。はい、今回内閣府が発表したのは地震の内容で、皆さんが一番気になるのは地震が発生する時期ではないでしょうか。はい、はい、今回発表されたマグニチュード9クラスの地震が発生する確率は30年以内に最大 40% ほどと言われているのに対して、マグニチュード7クラスの地震は30年以内に何%だと思います。え、じゃあ 50% ぐらいですか。 90% なんです。もうほぼ起こるやん。つまり巨大地震はいつやってきてもおかしくないんですよ。やばっ。やばいでしょ。南海トラフ地震が2035年とやりすぎ都市伝説で公表され、前後の5年は警戒した方が良いと言われていましたけど、要は2030年代はねやばいってことですからね。そう、日本海溝、千島海溝の地震はもしかしたらもっと早く来る可能性があると言えるかもしれません。怖いな。はい、今回は国が調査した結果以外にも都市伝説的な観点から2021年に話題になった2人の発言から大地震についてちょっと掘り下げて考えてみようと思います。はい、2024年トカチョウキ地震説。まず話題になっていた人、1人目は2058年からやってきたとして話題になった東亜も大好きなタイムトラベラー、国分レイさんですね。はい、今年開催された東京オリンピックで日本が獲得したメダルの数を言い当てていたりと、安倍元総理の退陣についてや後任の菅元総理についても当てておい話題になった方ですよね。そうですね。なんでこれ東亜君好きなの。まああんだけ騒いだし、なんかジョン・タイターはもちろんリアルタイムじゃなかったんで、うんうん、ああいうのを見ると血が騒ぎますよね。なるほど。今回ねその予言の場がツイッター
Twitter っていうのもなんか新鮮よね。なんかね、掲示板とかそういうのじゃなくて、次々にリアルタイムで起こっていくことを予想できるってちょっと斬新だったよね。ですね。ね、これから起こるであろう未来の出来事を次々と Twitter で発言して話題となった彼なんですけども、その中でこれから起きる地震についても言及してたのを覚えていますか？はあ、言ってましたね。まさしくそのトカチの。そうです。令和6年、まあ2024年ですね。1月10日に北海道のトカチ沖で起こる地震についてです。最大震度7、マグニチュード8.2の大地震について警告をしてくれていました。内閣府は発表した千島海溝の一部がトカチ沖であり、実際に地震の可能性が非常に高い場所らしいんですよね。うんうん、結構広範囲じゃないですか。いや、広範囲よ。ねえ、国務令さんは9月28日を最後に未来に帰ったとして、ツイッターの更新が終わってしまっているんですね。存在が本当かどうかは分からないので、発言していた十勝沖地震の信憑性は疑問のところもあるわけですけども、もう一人地震について予言をしていた人がいます。お、2025年の大災難説。今年話題となった予言の人といえば、まあこちらですよね。はい、私が見た未来の作者辰木亮先生ということです。いや、そうですね。で、僕たちもこれ取り上げても200万再生以上の再生数を叩き出しているんですけども、それぐらいね、関心があったということです。ありましたね。1999年に出版された本なんですけども、はい、なんとこの表紙にですね、東日本大震災を予言していたんじゃないかとして話題になったと。そうですね。はい、大災害は2011年3月と書かれております。話題が話題を呼び、テレビやメディアで取り上げられ、新たな予言が追加された完全版が今年発売されまして、僕たちも入手しました。それがこちらです。なんと帯にですね、本当の大災難は2025年7月にやってくると、こちらも結構断定的に書かれている、ね、今回の内閣府の発表と2025年大災難を予言を、まあ、比較すると、もしかしたらこの地震のことを予言しているのではないかと思うような共通点がいくつもあると。はい、その共通点とは、つまみなんですね。北海道、東北沖の地震で発表した被害は、ほとんどが津波による被害ということを想定しており、一部の地域では東日本大震災よりも高い津波が発生するんじゃないかというふうに言われている。あの映像もすごかったじゃん。ショッキングでしたよね。ね、まだなんか2階とか3階にいた人は助かってるみたいなのもあったけど、あれより高い津波来られたらもう完全にアウトみたいな。やばい ね。そしてこちらの私が見た未来の中では、大津波がテーマとなっているシーンが結構あるんですよね。はい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 。はい、当初はこの津波が東日本大震災を予言していたのではないかというふうに噂をされていたんですけども、作中で辰木亮先生は2011年3月のことではないと断定してるんです。なるほどね。はい、そしてこの大津波の予言こそ2025年7月に関わる予言だとご本人は感じておられるそうです。いや、ありえますよね。はい、もしかしたらこの2025年に起こる大災難の予言は南海トラフ地震についての予言と、まあ、考えることもできると思いますが、まあ、それも違う可能性があるんです。確かに。辰木亮先生はこのような発言をしております。南海トラフ地震の想定をはるかに超える壊滅的な大津波が日本の太平洋側を襲う映像が見えました。予知夢が見れる方ですからね。怖くない？あれより怖い映像ってあるんかと。ねえ。このことから南海トラフ地震ではない可能性が高いんですが、はい、国が発表している南海トラフ地震の津波の大きさってどれぐらいか皆さん知ってます？はい、知らないです。どれぐらいなんですか？はい。国はこのように発表しております。はい。10メートルを超える大津波。それはとんでもないな。しかしですよ、先日発表された北海道、東北沖の地震の津波の高さって最大30から40メートルを超える。やば。そう、南海トラフ地震をはるかに超える想定をされてるんですよね。はい、だから大津波が日本を襲う可能性は意外と高いんじゃないかと。えぐいね。では続いてのテーマ、はい、助かる可能性。そうですね。はい、2025年の大災難の予言の通り、まあ、未来が進んでしまいましたら、はい、あと 3,4 年で地震が来てしまう可能性があるということですよね。何も対策をしなければまさになすすべなし。多くの被害が出ることは内閣府の発表によって分かっていただいたと思います。しかし辰木亮先生はこのようにも作中で発言しております。事前に準備しておいたことで多くの命が助かり、速やかに復興に向かって人々が生き生きと暮らしている明るい未来像も同時に見えたと言ってるんですね。おうおうおう。どうです？いや、それはなんか嬉しいというか、うんうんうん、なんか良いことですけどね。そう、実際にね、内閣府も地震から10分ほどで避難を始めたとすれば、犠牲者の数を 80% 減らすことができるということも発表してるんです。ああ、じゃあ結構そのやろうと思えばできるというか、そうそうそう、なんか僕
たちってどこかで地震慣れしてるところもあると思ってるのよ。いや確かにな。実際に地震が起こって建物の倒壊が来るから外に逃げようと思って外にぼーっと待ってて津波に来たっていうこともあったらしいんだよ。へー。そうで逆に静岡でその後に地震があった時って津波のそのイメージがあったから山へ逃げようと思って山に行ったら土砂崩れに巻き込まれるってもあったらしい。へー。だから結局地震が結構関東でこまめに来てるじゃないですか、はい、まあ、また地震かってなってたりとか最近 の, そのビルとかマンションの構造も結構耐震がしっかりしてるからそうですね意外と吸収してくれて大丈夫なように思っちゃうんだけど、うんうん、いざ大地震が来た時もそう思っちゃって逃げ遅れる可能性あるなと思うんですよ。いやあるな。なんとか大丈夫だろう自分だけは助かるみたいな、うん、であると思うんでやっぱりこういう本とか予言っていうものは信じるか信じないかはあなた次第なんだけど片隅には置いといてちゃんと備えておくことは絶対大事だなって常々やっぱ思うね。いや間違いないですね、はい、前回のやりすぎ都市伝説でも災害についての意識を高めるという内容の放送でしたし、まあ、僕たちも地震について取り上げることが多くなってきましたけどもこれからさらにテレビやニュースで災害の情報を見る機会が増えるかもしれません。逆に考えると本当にすぐそこまで地震の恐怖津波の恐怖が来ているということなのかもしれません。いやありえるな。これはですねもう来るか来ないかではなく災害は 100% 必ず来ると思って警戒をすることに、まあ、無駄はないのかもしれないということなんですね。まあねもうほんと来ないに越したことはないんですけどそうもう地震も噴火も津波も来るんですよ。でねこれ大災難2025年7月言われてますけど、うん、地震プラス火山とかの可能性もあるんでそう今だったらね地震プラス火山プラスパンデミックとかねとんでもないトリプルコンボとかもあるからだから乾パン買っときましょうね。すごい乾パンと缶詰先布教するよね自分ね。乾パンも買ってみたのよ俺、うん、美味しいかどうか、うんうん、まあ普通やったらなんかさ来年サブチャンネルとかエンタメチャンネルがちゃんと動き出したらさ、うん、その備えるっていうことに対してなんかお互い缶詰好きだから缶詰ランキングやりたいね。いいよいいよねなんかね別に来ないなら来ないにこなしたことないんだけど最近の缶詰美味しいからそうどんなのが好きなのかってちょっとランキングやりたい。俺缶詰めっちゃ買ってるから今何個ですかストック今ね18個ぐらいです。聞くたび変動してるのなんなんちょっと食うから備えてへんやん。いや食ってまたかあ食ったから買おうと思って買うんよ。あそうです、はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは本日の鳥肌スコアは2025気をつけましょう。本日の鳥肌ポイントは、まあ、本当災害バッグとか、うんまあ、こういう災害経路の確認とか自宅のハザードマップとか載ってるんでこれも政府とかがちゃんと発表してるものなんで見ておくに越したことはないんじゃないかなってことを思いますね。すごいよねやりすぎ都市伝説がやったらさまず僕たちは深掘り動画出すじゃん、うん、でちょっとわっと怖いかもってなってその後数日後にヤフーニュースになるんだよ。絶対これ仕組まれてる部分はあるよ。仕組まれてる。これマジフェイスブックの社名変更当てれたと思うからちょっと悔しいですね僕は。いやすごいよな、今年怖かったもんなんかいろいろこいつともちょっとね影響力がついてきたんでねうかつなこと言えないんですが警鐘を鳴らすことをねどんどんやっていくべきだと思ってます、はい、今年も残りわずかですね気を抜かず過ごしていきましょう。はい良いお年を。バイ。多分この終わり方めっちゃするなしばらく良いお年を。とりあえず良いお年をって言い続けます。ライオワットルあなたは信じる巷に転がる都市伝説紹介チャンネルどうもアンバサダーのトエです。備えろというような回なんですけど今日も一人でやっていこうと思います。ウィッキーさんのね失踪についてはまだ Vlog で話されてるかそんなに心配せずに待っておいてください。大変ですよね最近やけに地震が、まあ、増えてきたと、まあ、5月に入ってから、まあ、本当に、まあ、結構大きな地震が、まあ、増えてきたなということを思うんですよね。5月5日生放送中になりましたよね。石川県能登地方で震度6強の地震で5月11日には千葉県南部で震度5強の地震さらに5月13日には鹿児島県のトカラ列島近海で震度5弱の地震が発生しました。また撮影日の今日これ5月22日に撮ってるんですけど5月22日も伊豆諸島あたりで震度5弱の地震があったということで、まあ、日本列島はあんまりに揺れに揺れまくってる、まあ、やはり皆さん震度5ぐらいまでやとちょっと慣れてしまってるし被害も少ないからちょっと油断してるんじゃないのかな。ただビビりますよどれぐらい今日本で地震起きてるかと。こちら見てください。こんなに多くの地震が起きているんですよね。これ結構な規模の地震だけなんで震度1とかのものまで含めたらもっと無数になりますからね。実際新聞などでもこのように地震が多発していることを注意を促していると。結構ね僕たちだけじゃなくてこういう公な機関すら地震が増えてきたってことを言うと思うんですよね。
もう起きる起きると言われている、まあ、巨大地震ありますよね。南海トラフだったりだとか首都直下型地震だとか、まあ、そういうものが本当にいつ起きてもおかしくないような状況なわけなんですが、ただ今回は大地震のお話をするんじゃなく別の地震がまた起きるんじゃないのかと、それがね分かったんでみんなに共有しとこうかなと思ってお話していきますね。これはなんとあの東日本大震災を予測していたとされるキリン地震研究所というところが言っている話なんですよね。それによると日本で今最も危険されているあの南海トラフ地震よりも恐ろしい地震が起きちゃうかもという、もうなんていうことやと。南海トラフというと、まあ、30年以内に70から80%の確率で起こると言われている地震で、実家が関西にある僕はもうビビりまくってるわけなんですけど、発生した場合、まあ、震度7の激しい揺れと10メートルを超える巨大な津波が太平洋側を襲うということが言われていて、最悪の場合犠牲者は32万人を超えるとまで言われているんですよね。で実際これが2011年東日本大震災の死者行方不明者である約2万2000人をはるかに上回る予想ということなんで、こんだけ言われているんでなんとかね一人でも多くの方が助かるように今からでも準備しといてほしいんですけどね。実はそんな大きな地震が想定されているこの南海トラフよりもやばいんじゃないのかっていう地震、それがねアウターライズ地震。え、何それ聞いたことないっていう人多いと思うんですよ。海の底からやってくる地震、まあ、実はこのアウターライズ地震というのは一言で言うと海で起こる地震なんですよね。これどういうことかと、そもそも普通のタイプの地震とは、まあ、ちょっと違う特徴を持っとるわけなんですよ。地球の表面は、まあ、プレートと呼ばれる厚さ数十キロの硬い岩の層の塊がいくつか集まって構成されているわけなんですけど、このプレートはですね地球の表面をゆっくりとこうやって移動していて、その運動によって地震っていうのは起きるんだよっていうのは習ったことあると思うんですよね。プレートには大陸プレートと海洋プレートの2種があって、僕たちが今いるような陸の部分にあるのが大陸プレート、海の下にあるのが海洋プレートやっていう話なんですよ。じゃあなんで日本って地震多いねんと、それはねこの大陸プレートと海洋プレートの境界線がたくさん日本の周りにはあるんですよね。で例えば大きな被害が予想されている南海トラフ地震なんですけど、これには日本にある2つのプレートの境界線で発生するっていうことが言われていて、でこの場合海側にあるフィリピン海プレートが陸側にあるユーラシアプレートの下に毎年数センチメートルずつ沈み込んでて、この陸側のプレートが、まあ、少しずつ引きずり込まれ、それに耐えられて限界を迎えた時プレートがポンと跳ね上がって巨大地震が起こるってことを言われてるんですよね。つまり南海トラフ地震などで予想されているのは大陸プレートが跳ね上がってそのプレートの境目で起こる地震なんですよ。じゃあ今回話するアウターライズ地震って何なのなんですけど、実はこのアウターライズ地震は海側、つまり海洋プレート側で起きるんですよね。これの何がやばいねんと、実は海洋プレートと大陸プレートの境界線のことを海溝というわけなんですけど、アウターライズ地震はこの境界線よりも海側、つまり海溝の外側であるアウターの盛り上がった部分であるライズで発生する。だからアウターのライズで発生するからアウターライズ地震やって言われてるんですよね。でこの地震がどういう理屈で起きるかというと、海洋プレートは別に一直線に沈み込むわけではない、曲線を描くように大陸プレートの下に沈み込んでいくそうなんですけど、この時よく曲がる部分、海洋プレートの根底に近い部分は常に引っ張られる力が働いているらしいんですよね。そしてこの部分は強い力で引っ張られながら曲がっているのでとても不安定な状態になっていると、そんな状態の中プレートの境界付近で地震が起こると力のバランスが崩れてしばらくした後にアウターライズ地震が起こるというメカニズムが、まあ、起きてるんですよね。つまり南海トラフのようなプレートの境界で起こる地震を引き金にしてこのアウターライズ地震起きてしまうんじゃないのか。じゃあこのアウターライズ地震は普通の陸側で起きる地震の後にやってくる二次的な地震という話なんですけど、いわゆる余震と何が違うの、余震やったらそんなに大きい方来へんちゃうのと思うんですが、実はですねこれとんでもないんですよ。追い打ちをかける巨大地震、実はアウターライズ地震は単なる余震なんかではない破壊力のあるもので、このことは過去に起こった事例を確認すれば明らかなんですよね。実は2つのプレートの境目で起こるプレート境界地震の後にアウターライズ地震が起こった例ってのはもうあります。まず有名な例として1896年6月15日岩手県の東側にある三陸沖で明治三陸地震が発生しました。その規模はマグニチュード 8.2 から 8.5、 日本周辺で発生した地震の中では第3位に入る大きさと言われています。ただこの地震の被害はこれだけにとどまりませんでした。実はその37年後、1933年3月3日
果、これも岩手県の東の方の沖で昭和三陸地震が発生。地震の規模はマグニチュード 8.1 で、これも大きな地震でした。ただ実はこの昭和三陸地震の震源地は明治三陸地震の震源地よりも東側、つまり日本列島から遠い海側やったんですよね。つまりこれは明治三陸地震の後に起きたアウターライズ地震なんじゃないのかってことが、まあ、言われとるんですよね。つまり結構時間差を置いてこのアウターライズ地震ってのはやってくるわけなんですよ。他にもアウターライズ地震が発生した例っていうのはあって、それが2004年にはインドネシアの西にあるスマトラ島沖でマグニチュード 9.1 の地震が起きたじゃないですか。でその8年後に2012年同じくスマトラ島沖でマグニチュード 8.6 のアウターライズ地震がやってきたんですよね。こうやって数年後とか数十年後にやってくると、スケールのでかい話なんですけど、他にも2006年11月に北海道の千島列島沖でマグニチュード 7.8 の地震が起こると、2ヶ月後の2007年1月にはマグニチュード 8.2 のアウターライズ地震が発生したと。すぐ来るパターンもこうやってあるんですよね。でこのように巨大な地震が同じ程度もしくはそれ以上の規模の別の巨大なアウターライズ地震を誘発しているってことが、まあ、結構分かってきたらしいんですよね。つまり巨大地震が発生した後追い打ちをかけるように人々を苦しめる可能性があると。せっかく復興したと思ったのにまた地震がやってきたらもう悲しいじゃないですか。でもそれが起きる可能性があるんですよ。引き金となった地震からアウターライズ地震が発生するまでの期間は短いと数ヶ月、長いと数十年、大きな幅があると言われていると。で一般的な余震が収まったとしてもこのアウターライズ地震を考えれば油断できないんですよ。こういった点においてもアウターライズ地震は単なる余震とは言えない怖さがありますよね。でこの地震もう一個特徴がありまして、それがこのアウターライズ地震というのはですね、陸地から見て海溝の向こう側で発生する地震なんで、震源地は陸から遠くなるんですよね。なんで地震の規模の割に陸上での揺れは小さくなる可能性があると。あれおかしい、揺れが小さくなるんだったら陸に住んでる僕たちにとっては全然関係ないから問題なくないっすかって思うじゃないですか。ここで油断しちゃいけないんですよ。恐怖の海の地震。アウターライズ地震っていうのは当たり前なんですけど海で揺れてると、まあ、つまり大津波を引き起こす可能性があるんですよね。で実際2011年の東日本大震災の時、津波によって非常に大きな犠牲というのは、まあ、出てしまいました。なんで地震時に起こるこの津波の破壊力っていうのは結構とんでもないもんなんですよね。でこのアウターライズ地震も震源地が海の底なので津波を引き起こす可能性が高いと言われています。実際に有名な例としては先ほども言った明治三陸地震の後に起きたアウターライズ地震である1933年の昭和三陸地震で津波の大きな被害が出てるんですよね。その地震の規模自体は最大震度5、普通じゃないですか。最近よくありますよね、最大震度5ぐらいにもかかわらず最大 28.7 メートルに達する大津波が、まあ、日本を襲ったと。で約3000人の死者、行方不明者を出す大災害になったんですよね。えぐいですよこの状況。この時津波に襲われた場所は建物が全て流されてまるで更地になったと。また津波の引き波によって海の中にさらわれた人が多く、死者よりも行方不明者の方が多いものになってしまったと。このようにたとえ陸上での揺れが小さくてもその後に恐ろしい巨大津波がやってくる可能性があるのがアウターライズ地震の本当に恐ろしいところやって言われてるんですよね。特に、まあ、この地震は津波を注意しないといけないんですけども、他にも理由ってのはありまして、まず地震が発生する場所が浅い海底付近になることが多いため津波が大きくなりやすいっていうのは今言った通りですよね。でアウターライズ地震はプレートへの力のかかり方という面でも大きな津波を起こしやすい。でこの地震なんですが、実は種類がいくつかありまして、浅い部分で発生するものと深い部分で発生するものがある。で今回実は問題なのは深い方がなんか問題ありそうやのに浅い方が実は問題なんですよね。それがアウターライズ地震が浅い部分で発生した場合、この画像にあるようにプレートに対して左右に引っ張り合う力が働く正断層と呼ばれるタイプの、まあ、地震になるんですよね。でこのタイプの地震は岩盤のずれる角度が急な場合があるんで、まあ、実は同じ量のこのずれでも断層の角度が急なほど押しのける回数の量っていうのは増えてくると、大きな津波が起きやすくなっちゃうんですよね。なんでこのアウターライズ地震は普通のプレート境界地震よりも大きな津波に注意しなければならないと。ただこんだけ注意しろ注意しろって言われたら、いやそんなに犠牲者出えへんやろって思うかもしれないんですけど、実はですねこれ結構怖いポイントがあって、普通地震や津波来るかもしらん逃げなあかんって言ってすぐ逃げると思うんですよ。これが落とし穴になる可能性があるんですよね。どういうことかというのも、アウターライズ地震というのは震源地がやっぱり陸から遠いんですよ。つまり津波の到達まで時間
間がかかるんですよね、普通の地震よりも。なんですぐに津波が来ないと、つまり逃げましたと、逃げて、あ、津波来ないねとなりました、なった後に降りたら津波がやってきますみたいなことがあり得るんですよね。いえ、そんなニュースとか見てたら大丈夫やでってみんな思うかもしれないんですけど、実際トンガの噴火の際には津波の危険性がありませんって言って後に実は津波来るかもしれませんっていう報道に変わったりしたんですよ。ということはアウトライズ自身もやはりそんなにポンポン来てるもんじゃないんで、データが少ないんで読み間違う可能性すらあるんですよね。なんでこの陸での揺れは小さい、津波もなかなか来ない、しかしそんな時も油断してはいけないというタイプの地震なんです。じゃあこの危ない地震いつ起こんねんと。第2の東日本大震災、実は東日本大震災によるアウターライズ地震が今後発生するんじゃないのかと聞いてた方もね、そう思ってたと思うんですよ。東日本大震災って大きな地震やったと、でそれで誘発されてアウターライズ地震来るんちゃうんかと。その通りなんですよ。実際あの地震ってのは本当にとんでもなくて、国内観測史上最大の規模であるマグニチュード 9.0 を記録してるんですよね。その影響で最大でマグニチュード 8.2 の巨大なアウターライズ地震が起こる可能性があると。で専門家はこの地震はいつ起きてもおかしくない、でそれを裏付けるデータもあるそうで、こちら東日本大震災前と比較した地震の発生頻度の変化ということなんですけど、東北大学の地震学者である東田慎二教授によると、実は東日本大震災の前と後で地震の発生頻度に違いがあると。で震源地域の中でもプレートのズレが大きかった地域は震災前に比べて震災後はマグニチュード3以上の地震が10分の1から100分の1ほどに激減したらしいんですよね。ただその一方でアウターライズ地震が起こり来るだろうという地域では、むしろ地震活動は活発になって10から100倍に激増していると力を貯めとるわけなんですよ。で実はこれは東日本大震災によってプレートが大きく動いてしまい、力のかかり方が大きく変化してしまったためだと。で東日本大震災の後アウターライズ地震が起こりうる地域で発生した最大規模の地震は震災から約40分後のマグニチュード 7.5 の地震やったと。これによってアウターライズ地震がないんちゃうんかっていう人も多いんやけど、そういうことじゃないと。むしろこれ以上の地震が起きる可能性は全然あるんですよ。で昭和三陸地震の例のように数十年後に起こる可能性もあるので、まだまだ発生する可能性はあると。で実は岩手から福島沖の地域の海底なんですけど、地震の発生の可能性がある地盤のズレが33本も見つかってるらしいんですよね。このズレは最大で長さ332キロもあって、この角度とか深さとかを見てもやはり昭和三陸地震に匹敵する、もしくはそれを上回る津波、28メートルって言いましたよ、津波、それを超えるような津波が来るんじゃないのか。東日本大震災で同規模程度のマグニチュード 9.2 だったスマトラ島沖地震では約8年後にマグニチュード 8.6 のアウトライズ地震が発生してます。東日本大震災が発生したのは2011年、もう10年経ちました。もしかしたらね2025年なんかやってくるかもしれないですよね。地震発生には実は法則があって、いろんな法則で地震学者とかいろんな予言者とか研究家が研究してるわけなんですけど、こういう法則もあるんですよね。それがバヌアツの法則。このバヌアツの法則というのは、バヌアツという国の付近でマグニチュード6以上の地震が発生すると、それと連動して日本でも2週間以内の同じかそれ以上の地震が発生するという法則なんですけど、バヌアツってどこにあんねんと。こちらオーストラリアのね、この右上の方にあるんですよね。確かに日本以外に近いなと。でこれどれぐらいの的中率かと、7割ぐらい結構当たります。例えば過去の事例を見てみると、実は2011年のあの東日本大震災の17日前にはニュージーランドでマグニチュード 6.1 の地震があったと。2016年に起きても最大 4.6 兆円もの被害をもたらしているあの熊本地震についてもこの法則が当てはまっていて、9日前にバヌアツでマグニチュード 6.7 の地震があったと。ここでは大きな地震だけ取り上げてるんですけど、細かい地震まで見てると本当に相関関係が見られるんじゃないのかってことが言われてるんですよね。で実はですね、最近このバヌアツの付近で大きな地震がなんと2回も起きてしまいました。5月19日、20日と連続して起きたマグニチュード7超えの地震です。実際2021年にはこのローヤリティ諸島の南東でマグニチュード 7.7 の地震がかつて起きたんですけど、この時には3日後に福島県沖でマグニチュード 7.3 の地震が起きたと。この2回の地震は、やはり5月から6月頭にかけて日本で大地震が起きるかもねという未来を告げているのかもしれないです。なんで、いつも言ってますけども、本当に杖の用意だとか缶詰の用意だとか、あと携帯用トイレだとか、最近見ていた中でやっぱ震災の中で一番必要だったのはこの携帯トイレやったっていう話もあるんですよ。でも命の危険を救う可能性、自分を助けてくれる可能性があるのは笛とかもやっぱ大事なんで、瓦礫の下とかに埋もれた時に笛を吹いて助かることもあるんで、皆さん備えろ。というわけで、ね、今日はちょっと真面目な回だったんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。
まあ、やっぱりね地震というのはまあ怖いんですが、絶対いつか来るものなので、まあ、なんとか共に生きて乗り切りましょう。それでは See you。 LINE は True、 あなたは信じる、柴田に転がる都市伝説紹介中のどうも小池です。アンバサダーのトエです。トエ君、スタジオに友達連れてきたらあかんのんちゃうかな。いややっぱりね、まあ、数少ない友達のうちの一人なんですけども。誰ですか？コーヒー飲みたいさんですね。ああ今俺コーヒー飲んでるんですよ、うん、まあやっぱりね。うん、本当はこんにちは、ミルクティー飲みたいです。おお、シッテリさん。皆さん、もちろんご存知だと思うんですけど、ミルクティー飲みたいさんといえば、うん、都市伝説 YouTuber の中でも異業と僕は思ってるんですよね。異業だよい。はい。どういうところが異業なんですか？大阪観光とか行かれた時の話をお伺いしたんですけど、はいはいはい、大阪観光を言うたら皆さん普通どこ行きます？それ道頓堀とか。まあそうですよね。梅田とか。ですよね。これなんか行ったら聞いたんですけど、うん、南港のよくわからん倉庫の方に行ったみたいな話を聞いたことあるんですよ。いやもう業者しか行かへん。いやそうそう。何をやってるんやと。えでそこで何を感じられたんでしたっけ？そんな話したっけなって今思い出したんですけど淡路島の方に行く道みたいなのがあるんですけど、そこを歩いて、まあ、散歩が趣味なんで、まあ、そこで、まあ、ここで、まあ、何人かの人が海に沈められたのかななんて思いながら歩いてると趣があるななんていうね、まあ、そんな趣味を思ってますね。でそっから出した動画で水の関係する動画を思いつかれて50万再生とかされてるんですよ。すごい。そうそう、なんかまあ水を見てて、まあ、すごい大量の水があると怖いんですよね僕。ああまあ分からなくもないですね。なんか地球のでかさみたいなのを感じて、もうここに飲み込まれたらもう死ぬなって思うとゾクゾクするというか、まあ、それがまあ僕の都市伝説のなんか根源的な部分なのかなみたいな。なるほどなるほど、楽しみやね。いやそうなんですよ。だから今日は結構そういうね独特なセンスから、うん、まあ、面白い都市伝説を持ってきてくれたということなんで、まあ、ぜひお話ししてください。よろしくお願いします。すいかったかすいません。じゃあクワッキーさんとタラさんに聞きたいんですけど、はい、一番怖いものって何だか分かりますか？一番怖いものは人。そうです、地震なんですけど。人じゃないんかい。一回乗ってくれた。地震なんですけれどもね、うん、まあ、日本っていうのは、まあ、地震大国と言われていて、うんうん、毎日とは言わなくても、うんうん、もう本当に1ヶ月に1回は絶対に来てるような。確かに。そう、しかもなんか震度3ぐらいだったらもう体が慣れてきた。なんか関東に住み始めて、うん、コヤッキーさんなんてもうワンピースのフィギュア家にいっぱいあるじゃないですか。あ、そうそうそう、はい、なんかやられてるんですか、対策とか？あ、もちろんです。ミュージアムジェルって言って固定するジェルみたいなのがあるんですけど、はい、それをちゃんと塗りたくってますもん。冬場のリップ買うぐらい塗りたくって固定してますもん。僕もワンピース大好きなので、うん、エネルが心配で心配でしょうがなかったんですよ。あ、僕も心配でした。だ去年ちょっと震度4、5ぐらいの地震が来た時に、本来そのエネルをバッて守りに行かなきゃいけないのに、何かテンパってしまって家のマグカップコレクションをこうやって2つ押さえてました。いやそれは意味わかんない。1500のマグカップを必死で押さえたんで、いやそっちちゃうやろ。まあとりあえず日本は地震が、まあ、やばいと言われているんですけど、なるほど、うん、まあ、都市伝説の僕たちの界隈って、うん、まあ、結構なんかそういう地震に対して、うん、まあ、ちょっと根拠がないこととかも言いがちじゃないですか。そうね、うん、まあ、そこは僕もちょっと同じ仲間として、うん、まあ、ここはたまにはちゃんとした情報もお伝えしたいなと、うん、こういうところがあるんですね、うん、はい、意外と中学の地理とか以来、うん、地震ってなんでこんなに日本で多いんだっけとか、うん、それによく分かってないんじゃないかなと、うん、確かに確かに、思うんですけれども、そうかも。なんで日本で地震が多いか分かりますか？火山帯だかみたいな。まあ近いようでちょっと違いますね。おお、まあやっぱり揺れたいんですよね、この国は。うん、まあやっぱりね、政治とかもよく揺れてますけども、まあ、軸がないと言いますか、うん、それがね、あ、そう、ブレブレみたいなところから地震が多いっていうのはよく聞きますね。地震がない人が多いと、そういうことではないわけでですね。あ、はいはいはい。あの日本って4つのプレートの真上に位置している、うんうん、まあ、世界的にもすごいレアな地形にあるんですけれども、うん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 、世界の地震分布図っていうのがあるんですが、はい、赤い点々が地震を集めて点をつけていくんですけど、ほう、まあ、そうするとどんな形が浮かび上がってくるかっていうと、うん、まあ、地球っていうのはまあサッカーボールみたいなもんなんです、うん、はいはいはい、サッカーボールってなんかちっちゃい五角形みたいなのが集まって一個の球体になってるじゃないですか、はい、地球っていうのもまあそれと同じように何枚ものプレートが重なって一個の円になっているんですね。わかりやすい。で、まあ、日本っていうのはユーラシアプレート、北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレ
ート、うん、4つの上にあるんですけど、うん、太平洋プレートとフィリピン海プレートっていうのが毎年数センチずつ動いてるんですよ。だからちょっとずつこう寄ってくるんで、それで日本列島っていうのが出来上がったということなんです。でその下の方の切れ目の部分っていうんですかね、うん、フィリピン海プレートとの切れ目の部分のことを私は南海トラフと呼んでいます。なるほど、それがそうなんだ、よく聞く、はい、そうだから、まあ、例えばなんですけれども、うん、まあ、想像できるのは、まあ、日本列島で一番高いところって、まあ、富士山じゃないですか、はい、あれっていうのも3つのプレートが混乱になって盛り上がってできたから富士山が高いんですよ。そう、3つのプレートってエグいっすね。ねえ、ウェイそんなノリじゃないと思う。ウェイ街であって合流しようかみたいなノリやけど、それほんまに短い子がウェイそういうノリなんですよ。なるほどね。そうだから日本列島ってものすごく不思議な場所で、はい、地質学的に言うと、うん、ちょうど中部地方ぐらいのところになんか切れ目があって、はい、溝があるんですよ、はいはい、まあ、そこをですね、まあ、フォッサマグナって聞いたことないですか。ワンピースホッサ、ホッサ、あのシラビアのところの隊長にねいらっしゃるんですけど、 いましたっけ、うん、そうですね、あ、そうですか、まあ、そうですよねすいません。ちょうどそのプレートの切れ目が大まかに西日本と東日本っていう分類なんですよ、はい、これ西日本と東日本って地面のその中の岩が違うんですよ、はい、まあ、そういう国なので、はい、地震に会いたくないなって思ってる人いると思うんですけど、うんうんうん、そしたら海外に行くしかないんですよ。日本全部ダメなんだ。地震なかったら日本がないんで、そもそも。なるほどね。確かに。地震と日本は二個一。なるほど。切っても切れない。切っても切れない感じになっていますと、うん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 、ちなみに地震が多い都道府県ランキング予想してもらいます。わかんないな。え、でも関東めっちゃ多いと思うんですけどね。バリバリ。関西の時より全然多い。そう、多い。東京。違うんですね。え、まあ、少ない方でもいいですよ。なんか少ない方、沖縄とか少なそう。少なそうなんですが、まあ、一番起きないって言われてるのが大体富山ですね。富山、はい、これが2011年から2020年に取られたデータなんですけど、富山県が158回、うん、で2番目に地震が少ない県が三重県離れてるな。で165回ですね、うん、ほうほうほう。で一番地震が多い県がどこかっていうと、はいはい、僕の出身が福島県なんですが、はい、福島で7337回。いやいや、めちゃくちゃエグいやん。やめてあげてって僕もちょっと思っちゃうんですけど。でも10年間ですよね。そうです。すごい。だから、まあ、東北って特に多くて、まあ、3位が宮城、4位が岩手だったり、まあ、熊本なんかも5位に入ってるんですけど、まあ、なんかイメージ的に地震多そうだなみたいな、うん、聞いたことあるなみたいな、うん、お二方の出身は大阪。そうですね、僕は静岡です。あ、静岡ですね、はい、あんまり多くはないけど、ちょっと一発来たら起きそうですね。そう、南海トラフとかっていうことは、うん、もう小学生ぐらいの時から訓練めっちゃさせられてた。まあやっぱり、まあ、噴火したらもう火山灰が。そうです、富士山のこともありますし、うん、津波の心配もありますし、原発もありますし、うん、意外と結構やばいと。そうなんです。はい、そうなんです。まあ、南海トラフ来たらやばいランキング3以外に入ってますね。入ってます、入ってます、間違いないです、うん、で大阪っていうのが38位なんで、うん、そんなに多くはない。あ、やっぱそうですよね。そうだよね、うん、でそんな日本で地震予知って必要だと思いませんか。いや必要よ、絶対必要ですよね、はい、もし地震が起きる1時間前とか、はい、もしくは1週間前とか、うん、1ヶ月前に分かったら、うん、それほど気楽というか、うん、そうですね、うん、1時間前に分かるだけでもお亡くなりになっちゃう方とかだいぶいるよ。もう1週間前なんか分かったらもうみんな逃げられるし、まあ、確かに、うんうんうん、それができてないじゃないですか。できてない。なんでかっていうのは、うん、まあ、いろいろあるんですけど、うん、そもそも日本っていう国は地震予知を諦めてるんです。諦めないで、無理やってきて。あ、そうですもう地震学者の人の中には将来的にもう無理って言ってる人もいます。じゃあなんで学者やってるんよ。もう諦めちゃってるんですよ。もうメンタル的に無理やってなってるんですよ。メンタル的に。でも天気予報とかちゃんと予知予報するじゃないですか。できそうじゃないですか、うん、実はこの研究者たちの心を折った出来事がありまして、はい、それが2011年の東日本大震災なんですね。はい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 、あの時に、うん、例
えば東北地方だったら、はい、この辺で震度何ぐらいの地震が起きそうっていうのを各地域で考えられてたんですよ。でもあの時って6つのエリアが同時に起きたんですよ。でそれを見た地震学者たちは、あ、これは俺たちで予測するのは無理だって思っちゃったんですね。そうなんや。地震学者が地震をなくした。じゃあ次に行きたいと思うんですけれども、予測は不可能なんじゃないかって日本では少なくとも言われてます。はい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 。なんですけど、まあ、地震予知と地震予測っていう言葉があるんですけど、うん、そもそも違いって分かりますか？なんだ、分かんないね。それはやっぱりあれじゃないですか、やっぱ予知というのは、まあ、予知夢とかいう言葉もありますから、まあ、どっちかっていうとその、まあ、ちょっと非科学的というか、まあ、予言みたいなものに近いんじゃないのかなっていう。まあ、それも合ってないとは言わないです。うん、地震予知っていうのは直前とかちょっと前ですね、1週間とか1ヶ月ぐらい前に分かれば予知、はい、予測っていうのは100年とかの期間で考えるんですよ。そうなんや。だからよく何十年以内に何パーセントの確率でっていうのは、ね、ああ、一生言われてる、何回だろう、30年以内で 70% 起きますみたいなやつね。あれ予知って言わないじゃないですか。確かに確かに、うん、まあ、そういう違いがあるんですけど、はい、地震予知は難しいと。なぜなのか、地震っていうのは、まあ、そこそ実験室で実験できないんですよ。うん、なぜなら地震の規模っていうのは何十キロから、まあ、何百キロになるので、まあ、そこを実験室で再現するのが無理であると。確かに、うん、あと天気予報っていうのは雲の中って頑張れば入れるじゃないですか、うん、だからどうなってんのかなっていうメカニズムが分かるんですけど、うん、地面の中っていうのは、まあ、ちょっとなんか表面だったらいけるんですけど、そのプレートのところまでいけないんで確かに確かに何が起きてるかが分からない、うん、だから地球って、まあ、超複雑で神秘的だよねっていう話になるんですよ。なるほど。ほー、地球っていうのはやっぱり人間にコントロールできないぐらい複雑なんだよっていうことがまず地震予知できない理由なんですけど、うん、なるほどね。だからといって来ちゃったら怖いじゃないですか、うん、はい、なんなら今この撮影中に震度5とか6とか、うん、来たっておかしくないんだ。いや、おかしくない。来たらどうします？どうする？人間なんて、まあ、どうすることも、まあ、できませんと、はい、そう簡単に、うんうんうん、まあ、だからこそ地震予知ができたらななんですけど、はい、まあ、地震予測地図なんてものもあって、うんうん、まあ、今後30年以内に6弱以上の地震が来る地域っていうのが実際出てるんで、うん、まあ、出してみて、うん、みんなを自分が住んでるところをチェックしてもらいたいんですけど、ほぼほぼ来ますっていうのは分かってます。なるほどね。まあ、これはあくまで予測ってやつですね、はい、でこれ超怖いんですけど、うん、どのくらい何回トラフ来たらやばいか分かります、うん、何人の方が亡くなると予想されてると思いますか？答えは32万人です。32万人です。これやばくない？経済的に言うと220兆円の損失、うん、もう復興できる。しかも建物でいうと238万棟の建物が全壊するか火事で燃えちゃうって言われてるんですよ。うわ、終わりですよね。終わり終わり。僕、まあ、ずっと都市伝説やってきて、うん、最近都市伝説って言われてるんですよ。コメントに書いてあって、うん、土地の話ばっかしてるから、うんうん、土地伝説系っていうことをね、もうこれから言ってこうかななんて思ってるんですけど、うん、大阪ってもともと海だったところがものすごく多いんですよ。あ、そうですね。埋め立て地ですもんね、うん。埋め立て地っていう問題じゃないんですよ。そもそも標高がヤバくて、あの生駒山って山知ってます？はい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 。あそこまで海だったんです。うん、あ、はいはいはい、うん、あそこまで海だったってことは大阪の町中っていうんですか、うんうん、あの辺全部海だったんですよ、うんうん、だから津波が来たら梅田に2メートルの津波が来るって言われてる。うーん、大阪がなんでヤバいかっていうとそういう理由があるんですけど、うん、何人の方が津波によって犠牲になると予想されてるかっていうと、うんうん、はい、全体は大阪で13万人亡くなるって言われてるんですよ。そのうち11万人が津波による被害でっていうことで言われてまして、うん、地震じゃないんですね。地震じゃないです、うんうんうん、それだけはだから大阪周辺に住まれてる方は知っておいた方がいいと思うんですよね、うん、聞いてるか、おか聞いてるっていう方って聞こえてきましたね。ってことはですよ、うん、地震予知っていくらお金かけてもいいと思いませんか？うん、確かに。例えばですよ、1兆円かけたとしましょう、うん、220兆円のうち1割の被害が額が減って、うんうん、かつちょっと死者の数も減ったとするなら、うんうん、1兆円なんてかけた分全然いいじゃないですか。かけた方がいい。いい。でもね、それがそうもいかないんですよ。え、なんで？なんでかっていうと、はい、昔日本は地震予知の研究に失敗してるんですよ。え、どういうことかっていう
言うと、はい、初めて南海トラフ地震が来るらしいってことを分かった時ってあるわけじゃないですか、うんうんはい、国がやばいってなるわけじゃないですか、うんうんうん、そしたらその研究に予算出してくれるんですよ。ほう、かつて日本政府が3000億円かけて地震の研究費を出したんですよ。すごい。それで結果的に何も得られなかったということが過去にすでにありました、うんうんうん、でここがちょっと日本の闇なんですけど、うんうんはい、実際その地震研究っていうものの中身を調べてみたんですけど、うんはい、実は地震予知には使われてないんですよ。え、どういうことですか？例えば地震のメカニズムというか地震そのものについての研究だったり、はい、地震予知のシステム、地震予知ネットワークっていうものを作るのにほとんどのお金が使われていました、うんはあ、多分おそらくそれっていうのは日本のちょっと利権とか ある研究者はその予算を多く欲しいっていういろんな人たちが絡んでいたと思われるんですけれども、実際ですね、その先ほど言った地震の予知直前に予知したいと、うんうん、それに使われた額が年間1700万円だと。え、3000億の予算の、そうです1700万、はい、ってことは、まあ、10年やっても1億7000万ですよね。おー、 1% とかどころじゃないと。おだから、まあ、それもあって、はい、もう日本って地震予知研究あんまできない状況になっちゃってると。してくれてね、まあ、触れられない感じになってるというか。なるほどね、はい、これがいわゆる通称3000億円事件ですね。まあそうも言っても過言ではないですね。事件よなこれ。やっぱ事件でしょ普通に。事件ですよね。僕が思うのは地震予知ってまあそう簡単にはいかないですよ、うんうんうん、まあ、もちろん不可能という人もいると思うんですけど、大体科学の進歩なんて最初は不可能って言われるようなもんなんですよ、うん、確かに。でもそこにアインシュタインとか、うん、で天才が出てきて、うん、壁を破るんですよ、はいはいはい、それによって人類って進歩してきたじゃないですか、うん、だけど今の日本にはそういうアインシュタインのような天才を生む環境自体がないってことなんです、うん、なるほどね、はい、だからそもそも無理って決めつけられて育ってるとこあるもんな、まあ、確かにな、うん、だからなんか希望っていうのはちょっと薄いんですよね、うん、今の世の中に。なるほどね、まあ、ただですね、まあ、海外の研究とかいろいろ見てみると、はい、地震の前兆の研究っていうのがありまして、うんまあ、日本でも江戸時代とか、うん、そういうところから例えば昔ウナギが暴れてたら地震が来るんじゃないかとか言われてたり、はいまあ、いろいろあるんですけど、はい、それって因果関係は分かんないんですよ、うん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 、昔の人もなんで地震が来る前にウナギ暴れてんの、うん、分かんないけどいつも暴れてるから関係あんじゃねみたいな、うんうん、そういう因果関係が分かんないけど起こることっていうのを集めてみると、うん、例えば動物が騒ぎ出すとか、うん、これは動物の異常行動でってなんかカラスが変な鳴き方したらとかって言われてるんです。あとはまあ空とか雲、うん、あれがなんか変な雲だよねとか空の色おかしくないっていう時に何か起きる、うん、あとはまあ電子機器が壊れる、うん、そういったものをまあ前兆って言われてるんですけれども、はいまあ、これがなんで起こるかっていうと、まあ、地球ってある種一個の生命体というか、うんうんうん、複雑系って言って、はい、あるものとあるものは連動してるというか、うん、自然界っていうのはそうやって成り立ってるから、うんまあ、何らかの仕組みがあるんだろうと、はい、そこにはピタゴラスイッチの最初と最後だけ見えてる状態なんですよ。あなるほど、ね、中間のどうなってどうなってっていうのは分かんないけど、はい、何らかの関係がありそうだぞっていうのが前兆です。でなので、まあ、前兆を研究するにあたってその間の部分っていうのは、まあ、未来の天才に任せるとして、はい、その一個一個のドミノのそれを、まあ、集めていこうじゃないかと。でどんな時に地震が起こると言われてるのかっていうのがこれから話していきたいんですけど、はいはいはい、ちょっともう一個なんで地震予知が難しいって言われてるかっていうのが、日本って震度1以上の地震が年間どのぐらい起きると思います？1000回？あ、正解です。これ1000から2000俺が言っときます。なので、はい、地震の前兆って言っても1000回起きてたら1日1回起きてるじゃないですか。ほんまやな、1回以上あるよね、言ったらじゃあ全部前兆なのみたいになっちゃうんですよ。そうよね、それが難しいところで、うん、はいはいはい、これがマグニチュードっていう言葉の意味にもなってくるんですけど、うんうんうん、震度とマグニチュードって違うんですよ、うん、違い分かります？まあ摂氏と華氏みたいな、全然違うんですけど。あ、全然違う、はい、専門家から言うと、はい、地震のこと
ことを地震動って呼ぶんですよ。だから地震っていうのはパンチで例えるとパンチ力のことを地震って僕ら呼んでるんです。なるほど。でパンチのことを専門家は地震動って呼んでるんです。へー。ちょっとややこしいんですけど、はい、例えばマグニチュードっていうのはパンチを打つ人が東野さんなのか井上尚弥なのかマイク・タイソンなのか。おお、全然ちゃうな。そうですよ。それは。それによってもパンチ打つ人が誰なのかっていう時点で、はい、もうその威力っていうのはやばいんじゃないかとか予想つくじゃないですか。それに対して、まあ、震度っていうのは実際にそれがパンチングマシンで打った時の数値ですよね。なるほど。例えば井上尚弥のパンチをもろに顔に食らうのと、うんうん、マイク・タイソンのパンチがかするのではどっちの方が実際の威力があるのか。なるほど。そういうのを踏まえると、うん、震度5以上だけの地震で、うん、まあ、日本で起きる地震っていうのを予測するなんてまあ無理なんですよ。なんかそんな簡単な話じゃないんだよっていうことで、ただちょっと面白い研究があって、うん、アメリカのカリフォルニアで1989年に起きたロマプリータ地震っていうのがあるんですよ、うんうん、その時にアメリカの海軍がたまたま潜水艦に潜ってて、うん、通信用でそういう電波とか電磁波みたいなのを感知するレーダーセンサーがついてるじゃないですか。はいはいはい。それで偶然観測したものがありまして、うん、地震が来る直前にその電磁波の時計がブインってこう、うん、めちゃくちゃ変な動きしてたんですね、うんうんうん、あれ電磁波関係あんじゃねみたいになったんです。おそれがさっきのウナギの話と関わってくるんですよ。はいはいはい。でウナギってすごいその電気とかを感知する能力が高くて、うん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 、それをもしかしたら感じてたから暴れたんじゃないか、うん、なるほど。ということは電磁波を感知すれば、うん、地震の予知できんじゃないかっていうことが言われてるんですよ。できそう。で雷ってなんで発生するかっていう話なんですけど、はい、雷って雲の中の氷の粒と粒がぶつかり合ってその時電気が発生して一定数溜まったらその地上に放電される。はあ、でそれが地面の中で要はプレートとプレートがずれた時に、うんうん、岩と岩がぶつかって、うん、それ電気が生まれるんですよ。それがバッてこう上に上がってきてるんじゃないかと。はいはいはい、なるほどなるほど、はい、だから地震の時に魚って海の上の方に来るんですよ、うん、確かに。だから大量になるらしいんですよ、うん、またですねこれまで GPS で観測されたマグニチュード8以上の18回の地震があるんですね。その全部で電離層電子密度の異常っていうのがあったと。ちょっと難しい科学的な話で、これは東海大学の教授が311の後に気づいたことらしいんですけど、はいはい、まあ、そういった前兆のようなものはちょっとずつ見つかってきてると。へえ。だからちょっと希望あるんじゃないかっていう話。なるほどな。ちょっとですね聞きたいんですけど、はい、地震の時になんか空が光るやつ見たことないですか？空が光るやつ？ちょっと怖いんですけど、うん、311とかなんか大きい地震の時に空が夜ピカって光ってるんですよ。へえ、怖。それが写真とか映像に撮られてるんで、うん、ちょっと皆さんも YouTube とかで見てもらいたいんですけど、それは空の発光現象って言われてまして、はい、これって昔から言われている現象で、うん、古代エジプトのピラミッドのなんかヒエログリフにも地震が起こる時山は裂け空は光り冥府から王が蘇るって書いてあるんですよ。昔の人はだからピカッと光った時になんか地震が来るし、うん、王が蘇ってくんじゃないかなるほどねと思ってたり、はいはいはい、イエス・キリストが死んだって言われてる時も、うん、なんか空が光ったなんていうのが書かれているんですよ。だからもしかしたらそれも何かあるんじゃないかっていうので、うん、アメリカの学者でフリーデマン・フロイントさんっていう方が、はいはいはい、まあ、その現象についてちょっと調べてみて、なんか地中の岩と岩がぶつかってで電荷が発生して地上に向かってプラズマが走ってるんじゃないかと。おお、なるほどなるほど。だからもしかしたらこれが何回も起きるようだったら地震が起こる確率は高いだろうって言ってるんですね。確かに確かに。で他にもなんか犬とか猫とか結構動物って敏感なんで、猫の 25% 犬の 20% は地震の前兆に何か反応するって言われてる。すごいすごい。何分かるんやろ。ってことはですよ、人間ももしかしたら 10% ぐらいの人は何か感じてるんですよ。おお、何か感じたことないですか？僕は前のスタジオの時に銀の盾が届いて、あれを壁にこうとスタッフが置いたんですよ、窓際に、はい、地震来た時落ちるからそこ置かない方がいいよって言った数時間後に来ました。盾が割れずに済んだってことがありましたよ。
そういうことは結構あるんですけど、別に感じたわけじゃない、まあ、偶然かもしれないし、なんか無意識的な部分なのかもしれないし、うんうんうん、ただなんか人間にもおそらくそういう力はなくはないはずなんですよね。感じる人いそう、まあ、だから僕は思うのは、動物園の全部に協力してもらって、うん、地震が毎回起きた時に何か起きなかったかとか、そういう統計取ったら面白いんじゃないかなって僕は思うんですよね。確かに確かに。とかあとミミズ、なんかミミズが出る時地震ありみたいな昔の言葉があるらしいんですよ。へー、電磁波発生したら出てくるんですよ。あ、なるほどね。で、なんか2階まで登ったミミズがいたっていう、そんななんか話もあって、じゃれ切ってるよ。めちゃくちゃ逃げるミミズやな。あと、まあ、最後なんですけど、電子機器、昔だとラジオとか、うん、あれって電波じゃないですか、はい、だからなんかいきなりついたり、昔中国のラジオ工場、このラジオ工場でテストするじゃないですか、うん、ちゃんと音出るかなって、うんうん、ある一部の地域の工場のラジオだけ雑音が入るっていう、そういうことがあって、なんでおかしいなと思ったら巨大地震が来たっていう、とか江戸時代だと大工さんって釘を磁石とかにつけてたんです、うん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 、それがバーンと落ちてきた。そうなんだ。からもしかしたら電磁波、それを調べることによって地震が解明される日も来るんじゃないかというので、まあ皆さんにはぜひですね、あのハザードマップっていうものがあるんで、そこで自分の地域の地形とかそれを見ておいた方がいいんじゃないかと。で、特に太平洋側の人たちですね、自分の住んでるところの標高が何メートルなのかとか、あと周りの高い建物とか高いところにある山とかっていうのを知っておくだけで、それによって、まあ、なんか大切な人とかを助けられるかもしれないっていう、そんな話でした。おー、ね、なるほど。それはいいですよ。 3.11 の時のね、昔の津波があった時にここまで高さ来たよっていう線が山に書いてあったそうで、昔のだから教えをなんか受け継いでた人たちはとりあえずその線を越えるために山に登ったって助かったという話もあるので、はい、知っておくのと知ってないのとは大きく違いますよね。それはそうですね、確かにな、うん、日頃からね、はい、意識しておくしましょうということですね。いや、ためになる回でしたね。そうですね、怖がらせるだけとかじゃなくて、うんうんうん、ちゃんと聞いてよかったと思えるね、珍しい回でしたね。そうですね、はい、いつもね、なんかムーンショットがどうのこうのみたいなおちゃらけた回ばっかりやってるんで、ちょっといやいや、ムーンショットもね、大事ですよ。大事ですね。そう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 大事です。LINE は TRUE、 あなたは信じる。巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうも小雪です。アンバサダーのトエです。明日なんだけど、はい、僕たち死ぬかもしらん。マジかよ、うん、最近そんなんばっかりです。なんとかですね、8月20日の富士山の噴火の予言はクリアしました、はい、ギリギリね、よかったという感じなんですけど、はい、今世間を騒がしている新型ウイルスの猛威、えぐいっすよね。えぐいよ。2020年から新型ウイルスの死亡者数は1万5000人ということなんですけども、はい、これでも大きな数字で怖く感じますよね。はいはい。その一瞬の出来事で10万人以上死ぬ出来事が実はあるんですよ。それが地震です。お、8月14日、まあ、最近ですよね。現地時間の朝8時にカリブ海の島国ハイチ、わかります？わかんない。ハイチという国があるんですけど、マグニチュード7の地震が発生ということで、18日の時点で死者1900人近く、負傷者は9000人以上が出ており、およそ3万世帯が家を失ってるんですって。やばいよね。被害はさらに増えると予想されていますということで、で、日本で起きた地震といえば1995年1月17日の阪神・淡路大震災。そう、マグニチュード 7.2 なんですね。死者行方不明者数が約6000名で、2011年3月11日東日本大震災、マグニチュード9.0、 死者行方不明者数約2万5000名ということで、どの地震もとても大きい地震だったんですけども、明治以降日本で起きた自然災害のうち、うん、一番大きかった被害って分かります？なんすか？これがですね、1923年9月1日に起こった関東大震災なんですって。マグニチュード 7.9 で死者行方不明者数は約10万人ということで、ちょっと考えられないよね。しかしそれ以上に大きい被害が出ることが予想されております。それが南海トラフ巨大地震ということで、もう南海トラフ巨大地震についてはもう毎年言ってると思うんですけども、今更説明いらないかもしれないですけど、ちょっと言いますね、はい、被害想定最悪死者32万人って言われてるんですよ。経済被害も220兆円というふうに言われてます。すごくない？いや、すごい。32万人っすよ。ちょっとね、言い方はあるんですけど、1923年とかってやっぱそんな家とかも地震来ると思ってなく建ててると思うんですよ。そう、耐震構造がね、今より全然基準値も低いし。でも今って結構その地震来る
前提で家って建てるじゃないですか。そうそうそう。だからそんなに火が大きくなるもんなんですかね。なっちゃうのって、でテレビではもう毎年のように南海トラフの巨大地震について特集が組まれているわけなんですけども、これちゃんと政府がね、国がちゃんと起こるっていうふうに予測しているもので、2030年までに 80% の確率で起きるとか、南海トラフ地震で何十万人も亡くなるといったように不安を煽るようなコメントもたびたび見かけるんですけども、確かに、そもそもなぜ南海トラフ地震が起きると噂されているかというと、実際南海トラフ地震は100年から150年間隔で繰り返し発生してます。へー。直近では1944年昭和東南海地震、1946年に昭和南海地震が南海トラフ起因として発生しており、それから約80年経過してるんですよ。つまりあと30年ほどで起きるかもしれないということなんですよね。しかし、まあまだまだ先なんじゃないのと思うかもしれませんけども、実は残念なことに巨大地震の前兆となり得るような現象が数多く発生してるんですと。ほう。地震の前兆、こちらの看板を見たことあります？いや、ないっすね。ない？はい。これ車乗ってる人ならピンとくると思うんですよね。はいはいはい。ナマズが書かれてる。ナマズっすね。このナマズどういう意味か知ってます？え、ナマズをこの辺におるよっていう。いやいや、ナマズおるよって怖すぎるや、そんなの。マリオカートかみたいな。どうやって気をつけたら走ったらいいの。うちのね、地元ってナマズの看板があるのって俺スタッフが言ってて、地方から来た人ね、うちにもあったよって。あ、そういえば結構どこにもあんぞと思って、別にどこどこの指定の地域にしかないとかじゃなくて、結構全国的にあるの、この看板って。へー。これどういうことかっていうと、巨大地震の前兆っていうのは、その深海魚の打ち上げとか電波の異常などの現象が起こるっていうふうに言われて、これを交感異常現象というふうに言われるんだって。メガマウスとかがね、上に上がってくるんですよね。そう、まさにまさに。で、様々な科学者が地震との関連性を調べているんだけども、昔からナマズが暴れると地震が起きるというふうに言われてるんだって。あ、言いますね。そう、ドラえもんの道具でも地震ナマズという道具があるんですけども、そんな道具ある？そう、地震イコールナマズのイメージは強いね。だからさっきの標識看板もそうなってるんですよね。確かに。で、このナマズもなんでこれ言われてるかってちゃんと理屈あるんですよ。電気に敏感なことから本当に地震を感じ取ることができるんじゃないかという研究もされていると。はいはい。え、さっきの看板は何ですか？その地震起きた時ヤバいよってスポットなんですか？これはですね、はい、災害時とかに一般車両は通行できませんよっていうお知らせ。あ、じゃあむしろここは確実な道やでみたいな。そうそう、もうあの、そういうこと、ちゃんとその辺はわきまえてねっていう、はいはい、大事な道路だよってことを言ってくれるんですよ。そうなんや。で、全長を表す魚がいるんやけど、それが東大君が今言ってくれたメガマウスなんですよね。おー。言ったらでっかいサメの仲間なんですけども、メガマウスやね。これ深海ザメの一種なんですけども、はい、その名の通り大きな口を持ってるんですけども、だからメガとかじゃないんですよね。大きな口でマウスを、ね、はい、大きなサメはもう全長7メートルほどになるということで、でも地震との関連性が非常に高い魚と言われているんですよね。はいはいはい。で、メガマウスはね、非常に珍しい生物らしくって、これまで世界でたった110匹しか確認されてるんですよ。そのうち20匹ほどが日本近海で出現してるんですよね。そして驚くべきことに、メガマウスが現れてから前後2ヶ月ほどで巨大地震が必ず起きている。マジかよ。で、過去の例を見ますと、1990年11月29日福岡県博多湾で目撃されたんですけども、はい、その翌年ですね、だから2ヶ月後くらい、1月17日に阪神淡路大震災、2011年1月14日三重県尾鷲市沖、同年3月11日皆さんご存知の東日本大震災で、2016年4月18日三重県尾鷲漁港で目撃されたメガマウス、同年4月14日熊本地震ということで、大体このみんなの記憶にある大きな地震っていうのはメガマウスが目撃された後にちゃんとあるんですよ。すごいな。さらにこの地震以外にも日本で目撃された20件のうち、なんと12件で地震が発生します。ほう。かなりの確率じゃない？で、さらに日本で目撃されても20匹のうち、はい、12件、他にもね、12件でっていうか、さっきの3つと足して15件、つまり 75% の確率で地震が発生するんですよ。いや、すごいな。これは相当なんか信憑性あるでしょ。そして2021年6月15日千葉県館山市でメガマウスが発見されました。南海トラフ巨大地震の一つ目の予兆がすでに現れていることになります。さらにメガマウスに限らず、深海魚と地震の関係性はたびたび議論されております。深海魚と地震の関係。
これなんでね深海魚と地震の関連性が疑われるようになったかというと、はいはい、深海魚っていうのは太陽の光が届かない深海に住んでるわけですよね。そうですね、深海から。そうだから目以外のセンサーが異常に発達してるんだよ。言いますよね。そうで例えばサメとかリュウグウノツカイっていうのは、うん、超微弱な電流を感知することができるというふうに言われてるんですけど、言いますよね、まあ、この前の地震の時も説明しましたけどね、はい、生物の筋肉に流れているわずかな電流を頼りに獲物を狙ってるんですって。うん、だからサメとかね乾電池ペンってやったら逃げてくる言いますもんね。そう俺が言ったやつだね。あそう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 、だからナマズも電気っていう意味ではすごい信憑性あるよね。はい、でそして東日本大震災の直前にも多くの異常現象が見られたということで、2021年1月19日に神奈川県小田原市でリュウグウノツカイが発見、1月27日に静岡県下田市でギンザメ、2月13日に静岡県沼田市でチョウチンアンコ、3月4日に茨城県鹿島市でクジラが52、3月8日には静岡県沼津市でラブカと全て深海魚が打ち上げられてるんですよね。そうものすごい勢いじゃない。そして2020年12月駿河湾ではリュウグウノツカイの稚魚がなんと発見される珍しいことがありましてですね、この静岡県駿河湾は南海トラフ地震の震源の有力候補の一つとされてますよね。これらの現象からそろそろ大地震が起こるのではないかと予測する研究者も多いとか。勘弁してほしいな。ねえ、続いて巨大地震の前は通信が不安定になる。通信環境いいですか家は。いや 3G から 5G を行ったり来たりしますけど、まずなぜ 3G を 3G って言ってるのか知らんけど住んでると結構都会ですよね、はい、5G なんで入んないの。入らへん。なんで 3G やからうち。なんで 3G で言わへんから他にねその地震っていうのは電磁波と地震の関係性っていうのがありましてですね、阪神淡路大震災では数週間前からラジオからノイズ音が聞こえたりとか、携帯電話の不具合が頻繁に起きていたそうなんですね。で一見都市伝説のような話聞こえますけども、研究者の間でも信憑性の高い研究結果が出始めているそうですよ。東日本大震災の際には太平洋上空の電子の数が増加してるんですって。そうなん。そう、もう僕らでも分かれへん。分かれへんね。ちゃんと観測上はそうなってるそうで、こちらにご覧ください。はい、さらにこの電磁波の異常はマグニチュード9レベルの巨大地震の時しか観測されないんです。めったにないやん。そう、もしスマートフォンの異常が起こったり通信環境が悪くなったりと、まあ、全国的にねした場合は巨大地震の前兆と考えることができるかもしれません。うち 3G やけど、そこだけなんか起こるんちゃう。やばいやばいやばい、それはやばい。マンション1個だけが崩壊するじゃん。最悪やん。そして地震雲というのもこの電磁波が影響していて、はい、異様な形になるのと言われています。さらに他にも巨大地震の前兆となるスロー地震というのがあるんです。ご存知ですか。スロー地震なんですか、はい、それは。スロー地震とはその名の通り人間が気づくことのできない超ゆっくりした地震のことで、プレート同士の接着域が非常にゆっくり動くことから発生しているということで、実質的な被害もないことから従来はあまり注目されていませんでしたが、はい、東日本大震災でこの仮説がひっくり返ることになります。なんと東日本大震災で起きたマグニチュード9レベルの地震が起きる2ヶ月前からスロー地震がたびたび発生してそうです。また1960年にチリで起きたマグニチュード 9.5 の巨大地震、これひどかったよね本当ね。このスロー地震が発生し続けてたそうなんですよ、その時もね。でそれと同時にスロー地震が多発している地域ほど被害が少なくなっているんですよね。へえ。こういうことが近年の研究で明らかになっていることなんですけど、つまりスロー地震が発生している地域ほど大地震が発生する可能性が高く、それでいてスロー地震が発生している地域ほど大地震の影響が抑えられるということでもあると。まあ確かにね、うちのおかんもね毎日怒ってる時の方が毎日の沸点は低かったわ。だから学校の先生でもおったでしょ、普段優しい先生の方が怒った時クソほど怖いみたいな。そういうことよね。そういうことよね。だからちょっとずつちゃんとストレスを発散してこないと大地震になるよってことだよね。なるほど、ね、発生してくれた方がいいのか悪いのか何とも言えないちょっとジレンマのような現象なんですね。いいやろ。まあそうかもね。そして現在南海トラフでは少しずつスロー地震が発生し続けていますが、とても奇妙な動きになっている点が今回注目するところなんです。はい、2002年に南海トラフの西の端のスロー地震が、うんまあ、発生してるんですけども、それ以降もプレートの固着している領域に近づくように相次いで発生するんですよ。ほう。だからスロー地震の移動現象なんですよ今度。移動？そう、こちらの画像をご覧ください。移動してってるでしょこれって。そういうこと？そうなんですよ。これによって少しずつ歪みがたまり最終的に巨大地震という形になって爆発する可能性があるとのこと。逆に？そう、スロー地震が活発になり始めた頃には注意が必要ということなんですね。これ全部のとこちょっとスロー地震起こしてるから全部大地震からちょっとマイナスしとくでみたいな感じで許してくれへんかな。いやそういう技みたいになれへんのんちゃう。あそう。そうだ、これちょっとヤバくない。なんかいや
げえな。だからすごい被害地域が拡大してそうな感じしない？なんかいやしてそう。一気にドボーンってこの辺来そうよね。マジかよ。もうそこまで来ている地震。ここ最近地震速報が増えてる気しませんか？あ、そう。そう、ツイッターとか見てる。大体君寝てんのよね。寝てるだ。結構地震感じるのよね。マンション。そうね。そう。だから今地震揺れた人いいね押して無事をお知らせしてとかってツイートするんだけど、見たことないもんそういうやつ。見たことないし、小池さん結構大きな地震とかだった時、グループラインとかで、地震大丈夫ですかみたいなのやるんやけど、そうスタッフね。そう、大体僕起きたら20件とか溜まってるんですよ、そこの。あと最後やろ最後でもこれは決して気のせいではなくて、実際に地震の回数は増えています。去年の1月から5月までの震度3の地震が57回って覚えててほしいんですよ。今年何回あったか知ってます？知らない。92回なんですよ。倍やん。そう、ほぼ倍あるんですよね。さらに南海トラフのプレートに関連する地域での地震も頻発してるんですね。へえ。見てこの画像、まさにでしょ。なんかすごいな。南海トラフとは東海から九州まで広がっているんですよね。なんか東海エリアがなんかひどいみたいなことをみんな思ってるかもしれない。はいはいはい、結構広範囲なんですよね。で、鹿児島県とトカラ列島近海では4月9日、まあ、今年のね、はい、以降で250回以上の地震が発生します。やば。また4月13日には和歌山県南部で地震がありましたね。通常よりも震源が深かったこともあり、南海トラフとの関連性の疑いもあるそうです。で、他にも南海トラフ近海で頻繁に地震が発生するようになってしまってるんですよ今、はあ、これらの地震の影響で南海トラフのプレートに歪みが生じてしまっているとのこと。そしてもし南海トラフ付近で規模の大きい地震が一つでも発生しちゃったら、同時に相模トラフにも影響を与えてしまい、はあ、マグニチュード9レベルの大地震になってしまう恐れがあると。1個あったらめっちゃ誘発するみたいな。もうそこまで南海トラフ巨大地震の脅威は迫ってきているのかもしれません。ちょっと勘弁してくれへんかな。怖いよね。俺静岡県出身やから、やっぱ子供の頃から防災訓練でめちゃくちゃやっぱそういう防災意識高いんですよね、うん、だからもうその頃から東海地震って、まあ、当時は言ってたけど絶対起こるから避難の練習をさせられるんですけど、なんかちょっと平和ボケしてるとちょっと違う地域とかにボン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 こうあると、はい、静岡県って意外と安全なのかなって油断しがちなんですけど、その今まで溜まったエネルギーの分一気に来ると思ったらやばいよね。やばいよね。静岡だって富士山もあるのに。そう、地震がトリガーとなって噴火する可能性もあるってこの前言ったわけだから、やばいよね。やばいよ。ということでね、また僕は缶詰を買おうと思います。またこの話するの？いつもこれ関連の時なんか缶詰買ってすぐ食べる話するよ自分。最近ですね、うん、コンビーフの缶詰が美味しいということに気づきましてですね、はいはい、めちゃくちゃ買ってます。で、食べてるの？食べてます。意味ないやん。でも8月20日乗り越えた。なるほどなるほど。皆さんも好きな缶詰教えてください。それでは本日の鳥肌スコアは9282缶詰ということで、どこが缶詰で呼ぶの？鳥肌ポイントは、いやもうほんと地震はね、僕も大阪で育ったんでね、永遠に南海トラフ来るわ来るわ言ってましたけども、うちの親に南海トラフ来たらどうするのと聞いた時に、大体の時はここら辺で合流しようなみたいな連絡になるんですけど、ある日聞いたら諦めてるわって言われて、この世の絶望を感じました。もう諦めたんだ。それではさよなら、バイ。ライオアトゥー、あなたは信じる？巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもアンバサダーのトエです。皆さんは陰謀論って信じますか？最近だったらトランプ大統領の落選は陰謀だみたいな話がありましたけども、古くからはアメリカの月面着陸は捏造だ、ハリウッドで作られたものだとか、パンデミックね、これ今も流行ってますけど、これは仕組まれたものだとか、まあ、いろんな陰謀論がありますけど、まあ、この陰謀論界隈の中でもよく話題に上がるのは人工地震。今日はですね、この人工地震についてお話ししていこうと思うんですけど、実際この人工地震っていうのはよくアニメや漫画でも、例えば僕の好きなポケモンとかでも地震とか地割れとかいう技があったりだとか、ポケスペっていうポケモンの漫画では実際に強力な地震を起こして街を壊滅させるようなエピソードがあったりだとかもしましたし、さらにはワンピースでもグラグラの実っていうまさしく地震をね、起こせる力、世界を滅ぼす力だなども言われてますが、そういったものがあったりもするわけなんですよ。ということで基本的にこの地震というのはかなりの効果力、高破壊力を持っているものになってるんですよね。それでは現実の世界ではどうなのかっていうお話なんですけど、現実の世界でもし自由自在に戦争している敵国に地震を撃てたとするならば、それは相当強力な武器ではないでしょうか。実際そう考えた科学者たちがたくさんいたんですよね。まずはこちらの画像からご覧ください。人工地震大きすぎた新幹線ダイヤ乱れるということで、これね1984年の新聞なんですけど、人工地震がもう
新聞レベルでちゃんと公言されてるんですよね。本来だったら震度1で起こす地震が震度4から5になってしまったと。神奈川県の防災消防課というところが起こしてしまったみたいで、思ったより地盤が弱かったっていうことがあって、で新幹線のダイヤが遅れちゃったよっていうようなことがあったんですけど、これめちゃくちゃ衝撃じゃないですか。この新聞に載るって思わないじゃないですか、まあ、こんな人工地震みたいなことが。都市伝説界隈のことだと思ってたんですけど、でさらに実際この文部科学省のホームページ地震調査研究推進本部事務局というところでこの人工地震についてね説明されてたりもするんで、この人工地震あるかないかで言うともう確実に存在するんですよね。でどうやって人工地震を起こしてるのかって話なんですけど、火薬の爆発だったり重りの振動だったり圧縮空気の膨張などを震源として使用して人工的に発生させた地震ということらしいんですよね。なので何パターンかこの地震を起こす手段っていうのは存在しているっていうこともわかるんですよ。じゃあなんでこの人工地震をやってるかっていうと、その表向きの理由としては地震波を解析することにより地下構造を調べることができるということがあるんですが、まあまあまあこれが表向きの理由。じゃあ裏はって話ですよね。その裏の話っていうのが、まあ、やっぱり戦争に関わってくるんですけど、実際、まあ、この人工地震で多分一番有名な発生装置の一つとしてこのハープっていうのがあると思うんですよね。気象兵器とかも言われたりしますけど、かつて小安さんでも取り上げたことがありますが、こちらのハープは表向きにはオーロラの測定とか自然現象の観測用に作られた高周波活性オーロラ調整プログラムというものらしいんですけど、まあ、この高周波アンテナから、まあ、いろんなねそんな活性させるみたいな強力なエネルギーを発することで台風を起こしたりだとか地震を起こしたりとかができるっていうのが言われてるんですよね。それはわりかし最近できたものなんですが、実はこの人工地震の技術っていうのは少なくとも第二次世界大戦では確実に使われたんじゃないかって言われてるんですよ。そして使われた国は日本。日本は、まあ、やはり第二次世界大戦というと、まあ、このね、原爆をね、受けたっていう国っていうことももちろんあるんですが、実は人工地震による攻撃を受けた国でもあると言われているんですよね。人工地震と疑われている地震がこの4つ。1943年鳥取地震、1944年東南海地震、1945年三河地震、1946年南海地震ということになっているんですけども、これがですねアメリカの中で正式にねこの地震を起こすっていう軍事作戦名が存在することが分かったんですよね。でその作戦名がOSS 日本本土に対する地震心理戦計画ということで、まあめちゃくちゃ旗迷惑な作戦ですよね。地震によって日本を陥れ混乱にするための作戦だよっていうことだったんですよね。でアメリカ軍のね航空機がですね、まあ、戦争中なんで飛んでくるわけなんですけど、実はね落としたのはミサイルだけじゃなかったんですよ。こんなものを落としました。当時の、まあ、ビラなわけなんですけども、このビラに書かれてる内容がですね、米国は地震を作ることができる、米国式の地震を刮目せよということで、実際に1923年にあった地震よりもそれのはるか大きな地震を起こすよみたいなことが書かれているんですよね。そしてビラが投下された後の一度の地震が鳥取地震、これがマグニチュード 7.2、 1943年9月10日に起きたんですよね。でその被害としてもなかなかえぐくて、鳥取市の中心部がもう壊滅、死者は1083名、町の8割の家が全壊するっていうような、もうなかなかにねピンポイントにきつい地震となったんですよね。で続いてが1944年12月7日、東南海地震、今度は三重県熊野灘沖を震源とするマグニチュード 7.9 の巨大地震なんですけど、これもまた大きな地震で死者行方不明者は1223名にもなったんですよ。ただこれなんと日本側から報道規制が強いられた地震でもあるんですよね。普通はこれぐらいの規模の大きな地震だと、もう全日本中にどこどこで大きな地震がありました、で今行方不明者はこんな方がいますとか、そういったことが、まあ、言われているんですけど、そういった報道がかなり規制が厳しかったんで隠された地震とまで言われたりしてるんですよね。で、まあ、これなんで隠したのか、それが、まあ、戦時中だったことがやっぱ大きいと言われていまして、人工地震の噂とかも当時やっぱあったらしいんですよ。でその中で、まあ、この人工地震で、あ本当なんだ、もう地震あるなら戦っても意味ないじゃんということで国民
の繊維が喪失することを避けるためにこの報道は隠されたっていうことにされてるんですよね。これは裏を返せば人工地震だよっていうことをもうほぼ認めたようなもんですよね。でさらに翌年1945年、これ終戦の年なんですけど、この年の1月13日に三河地震が起きてるんですよね。これがマグニチュード 6.8、 震度7を記録して死傷者なんと2306人。毎回ね規模が大きくなってるのがすごい怖いですよね。で、まあ、全半壊家屋が2万棟以上で、まあ、行方不明者が1126人も出た大変なことだったんですけど、実はこの東南海は明らかに狙われた理由っていうのがあるんですよね。それが軍事産業地域の直下型地震だったんですよ、まあ、なのでこの軍事産業をもうやめさせたいと、早く戦争を終わらせたいと、だったらここに地震を起こそうっていうことがあって、でさらにはこの原爆も落として一気にこの年に終戦させようみたいな意図が読み取れますよね。そういったことを考えると本当に人工地震だったんじゃないのかなっていうことはよく考えられていますね。で1946年12月21日南海地震なんですけど、あれ戦争後やっていうことを思われた方が、まあ、たくさんいると思うんですよ。これもマグニチュード 8.0 で、で死者不明者は1330名を超え、全半壊家屋が3万5000棟以上という、まあ、かなりの被害を生んだ地震なんですけど、この前年1945年終戦前に高知大空襲っていうのを受けているんですよね。で今回この起きた地震が高知県沖合で起きてるんですよ。ということは、まあ、この元々次の目標は高知と定めていたんじゃないのかなっていうことが言われていて、というのもこの震度6とかのねレベルですよね、震度6、7レベルのこういった地震がこんなに毎年のように1年ごとにこんなに広範囲の地域で起きるっていうことはまずないんですよね。まあもちろん熊本の方で地震が多くなったりとか、その地域で地震が多くなるっていうことはあるんですけど、こちらは高知だったり東南海だったりいろんなところで地震が起きてるので、これは余震かもしれないですけど人工地震だったんじゃないのかな。こんなに高頻度でレベルの高いね地震が起きるっていうことはなかなかないので、狙われてしまったんじゃないのかなっていうことが言われてるんですよね。で実際このアメリカ軍の機密文書に書かれていたみたいな話もあるんですけど、それが1944年に地震学者たちを総動員して日本近海のどこの海底プレートに原子爆弾を仕掛ければ人工的に巨大な津波を起こせるかシミュレーションを繰り返したみたいなことも言われているんですよね、まあ、なのでこの人工地震プラス津波の攻撃みたいなのを考えていたのかなって考えると、まあ恐ろしいですよね。でこういった文章が見つかることからたびたびもうこの都市伝説界隈で噂とされるのが、東日本大震災が計画された人工地震だったんじゃないのかというお話なんですよね。これは近年の中でもすごい大きな地震の一つで、記憶に残っている方も僕も含めてかなり多くいらっしゃると思うんですよ。これが人工地震だったかどうだったかというのがわからないんですが、人工地震なんじゃないかって言ってる人たちは、本来地震っていうのは初期微動っていうのがあるんですけど、でその後に主要動っていう大きな揺れがあるんですが、実はこの東日本大震災の時は最初から大きな揺れだったんですよね。これが人工地震と言われている理由で、最初からこの大きな勢いが来るっていうのは、揺れが来るっていうのは核爆弾と同じなんですよね、まあ、なのでこの核爆弾が福島近くで撃たれてしまったんじゃないのかみたいなことが実は言われていまして、この東日本大震災のこの地震の波形とかを見ると、まあなんと20分ごとに大きな地震が来てるんですよね、まあ、自然界だとこんなに綺麗に20分間隔になるのかみたいなことも言われていまして、その辺が人工地震なんじゃないかって言われてるんですよ。でこの震源地の近くの海上にはアメリカ軍空母艦、まあ、ロナルド・レーガンがあったそうなんですね。で、まあ、そのロナルド・レーガンの乗務員たちが実はこの後にガンとか白血病とかを発症したって言うんですけど、その原因が被爆ということなんですよ。なのでこれはもしかしたら意図して起こされてしまった地震なんじゃないのかなってことが言われるようになったんですよね。今の話を聞いて、いやいやそれは日本に近くにいたんだから、まあ、気仙沼だとか銚子市から流れてきたんじゃないのっていう人もいるかもしれないんですけど、それが300キロも離れている場所なんで、こっからですねそんな放射能を当たることは少ないでしょうという確率的にね言われてるんで、これは、まあ、ロナルド・レーガンから撃たれてしまったものなんじゃないのかなってことが言われることがあるんですよね。
各国が人工地震の研究を進めているっていうことは言われているのですが、実は人工地震って禁止されてるんですよ。まあ当たり前ですよね。それが環境改変兵器禁止条約というものなんですけど、まあ意図的に地震とか津波とか台風を起こすのはなしにしようねっていう条約なんですよね。それがなんと1978年に誕生してるので、まあまず間違いなく、まあそういった技術はもう存在しているんだろうなっていうことが言われるようになったんですよね。そこでまあ禁止はされているんですけど、まあ、やっぱりハープとかもまああったりだとか、他にもですね、お隣の国ですよね、北朝鮮、ここもよく話題になりますけど、この北朝鮮もこういった気象兵器を持ってるんじゃないのかって言われてるんですよね。それが気象庁が実は発表してるんですよ。2015年12月6日に北朝鮮付近を震源とする地震を観測しましたと。しかしこれは自然の地震ではない可能性があると考えていますと。北朝鮮ってよくそのミサイルとかを練習弾みたいな感じで飛ばしたりするじゃないですか。それと同じように自国で試しにこの人工地震を起こしてみようみたいなことをまあやったんじゃないのかなっていうことを思うんですよね。そういったことからこの人工地震っていうのは今後まあ起きてしまう可能性があるのではないかっていうことが言われてるんですよね。それも震度1とかじゃなくて大きい地震も起こせるぐらいのポテンシャルを秘めてしまっているものなんですよね。そんな話をしましたけど、首都直下型地震も30年以内に 70% の確率で起きるだとか、南海トラフも30年以内に 80% の確率で起きるとかもずっと言われてますけど、本当備えとくことに越したことはないと思うので、僕もね永遠にお茶を箱で買っていたりするのでね、まあ、皆さんも何かしら備えることをお勧めします。ということでね、まあ、今日はちょっとね、難しい話というか、一人なんで久々にちょっと怖い夜の話もしてみたんですけど、どうだったでしょうか。LINE はトゥルー、あなたは信じる、柴田にこの学校を先生紹介するダボクッキーです。アンバサダーのトウェイです。皆さんは嫌な予感というものを感じたことがありますかね。これ生きてたら誰でもあるんちゃう。いや、ありますよね。あるある。僕もなんか実際その街とか歩いてたら、たまにこっちの方向行きたくないなとか思う瞬間とかあるんですよ、うん、小池さんどういう時感じます。僕も結構車運転しててなんかちょっと猫とか飛び出していきそうだって思う時は、大概そこ事故が起こったりする現場。そうですよね。そういう危険をなんか察知してやったりもするし、うん、何よりも僕の大好きな今日で撮影日5月4日なんですよ。はい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 。5月4日って知ってました？スターウォーズの日なんですよ。おほうおうおう。スターウォーズの日で、ハンソロっていう役のね、ハリソン・フォードが出てる役なんですけど、必ず一作品に一回嫌な予感をするっていうんですよ。へぇー。そういう風に嫌な予感っていうのは、どこの国でも言われてるようなことなんですよ。なるほどね。はい、で実際聞いた話とかなんですけども、うん、夢で急にそのおばあちゃんとかと会いまして、うん、で嫌な予感を感じたら、まあ、不法の連絡が入るだとか、はいはい、そういう経験をされた方も実際いらっしゃるわけじゃないですか。うんうんうん、以前、小安田でも取り上げたの、1985年の起きました、日本航空123便の墜落事故、山中へ飛行機が墜落するという大事故やったわけなんですけども、その事故の前に虫の知らせを感じ取っていた人物でもやっぱいるんですよ、ね、まず有名なのがお亡くなりになってしまったんですが、坂本九さん。あ、上を向いて歩こうですね。そうです、上を向いての人ですね。ちょっと僕の知ってる曲とは違って、ちょっと僕もびっくりしたね、思ったより歌えなくてね、うん、ということなんですが、まあ、その坂本さんはですね、飛行機に搭乗する前日の夜、子供を抱っこしたまま目をつむっており、いつもと様子が違ったと言ってるんですよね。で、その迎えた当日の朝、今日は雲の流れが早いから飛行機に乗りたくないなと、そばで遊んでいた子供につぶやいたらしいんですよね。雲の流れが早いからってあんまりなんか言わないよね、普段ね、なんかね。そう、感じないというか。まあ、でもやっぱり上を向いて歩かれてたんやなってことがよくわかりますね。よくないですよ、そこでね。そんなわけで、まあ、もしかしたら何か虫の知らせのようなものがあったのかもなと。なるほどね。でこれで逆に虫の知らせがあって助かった人もいるんですよね。それが明石家さんまさん。はいはい。事故のあった時、さんまさんがその出演していたテレビの収録時間が、まあ、予定よりも早く終わって、一つ便を早めて飛行機に乗ったということで、それも、まあ、そのおかげで助かったっていうことがあったんですよね。うん、他にもその搭乗口の直前まで行って急に足がすくみキャンセルした人もおったそうで。あ、それすごいね。まあ、僕はね、この間飛行機に乗った時に10分前にいなくて、めちゃくちゃアナウンス呼ばれましたけどなんで俺いますかって。なんでホントに乗らなかった。ただ乗ってなかっただけ俺が。なんで乗らない。危なかったあれ。なんであれもうちょいしたら飛行機行ってた。すいませんでした、その説は。というわけで、まあ、これはですね、この感じ取るために必要なのが第6
感って言われるもんなんですよね。いわゆるシックスセンス。皆さんは第六感持ってますかね？ちょっとね、あるなんかも言われてますけども、はい、なかなか自分でこう使い方が分かんないというか、あることに気づかないじゃないですか。しかしこの第六感を鍛えることで、まあ、これから起きると言われる自然災害、もしかしたら明日のテストの内容、上司の好きな食べ物などが分かるかもしれません。最後のだけちょっと分かってもあんましょうもない。いやいや、コンビニとかに行った時に上司の好きな食べ物が分かった、これちょっとポイントが高い。ちょっとなんか2000円渡されて、これ俺の好きなもん買ってきてみたいな。そう、え、何がいいですかっつったら、いや美味しいものとか言う上司おるの。最低ですよね、本当に良くない、まあ、そういうわけなんですが、2016年4月、熊本でですね、マグニチュード 7.3 の地震が発生しました。あ、これ覚えてるわ。これもすごい地震でね、熊本城とかもダメージを受けたわけなんですけど、そうですね、小田先生とかすごい支援されてね。そうそう、実際その全ての工事が完了するのに2037年までかかるということで、まあ、我々が熊本に行った時とかも結構ね、あれやったわけなんですけども、うんうん、そんな地震を発生前に感じ取った人が実はいるんですよね。それがスザンヌの息子。あ、タレントのスザンヌさん。そうです。はいはいはい、はい、当時2歳だったこのスザンヌさんの息子なんですが、うん、地震が発生する当日の夜、いつもはまあ寝室で寝るんですよ。ただこう言ってそうなんですよ。こっち安全じゃない。あっち安全。おお。祖母の手を引いて、その日は別の部屋に寝ることにこだわったらしいんですよね。うんうん、で、まあ、するとその深夜大地震が。発生。仮にいつもの寝室で寝てたら、うん、重たい本棚で潰れていたかもしれない。危なかったね、それ。そう。だから、スザンヌのお母さんはですね、うん、孫に助けられました。ということも、まあ言うてるんですよね。すごいね。で、まあこの第六感で危機を感じ取ったんじゃないのかっていう話なんですけども、じゃあそういうのって研究してる人おんのかと。まあ第六感って聞くけども、まあ言っても都市伝説の域ちゃうんかと思うわけなんですけども、実はそうじゃなくて、実際にアメリカのマサチューセッツ州医科大学、ここはですね、神経生物学者のスティーブン・レパート氏がですね、人間には第六感は確実に存在する。そういうことを、まあ発言してくれてるんですよね。でこのスティーブン氏によるとですね、第六感は太陽3からの波長などで変化する地球の時期を感知する能力、あ、ちょっと難しいな、パワーのことだと言ってるんですよ。あ、そうね。そして動物にはすでに第六感があると、うんうん、アニマルシックスセンスということですね。そうなんや、はい、地図もないのに目的地へ運ぶための伝書鳩、あ、鳩とかね、その寄生本能があって、そう、生まれた場所をな記憶してそれ戻っていけるとか言いますもんね。すごいじゃないですか。すごいよね。方向とかわからんはずやのに。で、他にも地震の直前動物たちが騒ぎ立てるのは地球の時期を体で感知する器官があるからとか言われるんですよね。まあ僕の推しの、まあ、魚で言いますと、やはりメガマウス。ずっとやるけど、そのマウスのさ、逆側向けてくれへん、そろそろ。なんでその腹の部分が見せないの。後ろの構造はどうでもいいよ。あ、そうですか、はい、このメガマウスとかもですね、はい、地震の前に現れるのはアニマルシックスセンスが強いからなんじゃないのかという、まあ、時期が感じと能力が強いからなんじゃないかと言われてるんですけど、うん、哺乳類のイルカとかもすごく感じるそうで、イルカとかコウモリって超音波で物体認識の能力があるって言われてるんですけど、しかもすごい速さでかき分けてくるもん、ね、そうそう、だってコウモリとか見た時にフォー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 って言ってるわけや。あれ見た時もう初めてびっくりしたんやけど、じゃあこれ実は人間にもある能力なんですよね。でもみんな超音波ってなんか感じたことあります？ない。まあないですよね。ないない。僕もないんですけど、うん、人間のその能力ってのは使わないから退化してるだけなんですよね。ああ、そうなんや。しかし退化してると言ってもなくなったわけではありません。あるの。発動する時があるんですよ。発動。火事場のバカ力、うん、聞いたことありませんか？あります。まあ伊集院さんがやってる深夜のラジオ番組、深夜のバカ力とは何の関係もないんですが、まあ、この火事場のバカ力というのは、はい、火事が起きた時とかに普通やったら瓦礫とかどけれないじゃないですか、力ないから。うんうんうん、でも女の人とかでもなんかめちゃくちゃ重いものどけて助かりましたとか、うん、まあ、そういう話があるんですよ。ありますね。じゃあ人間の能力は普段引き出しにしまわれているだけみたいなもんな状態なんですよね、はい、つまりあなたたちのお母さんお父さんもしくはおじいちゃんおばあちゃんが溜め込んでいるタンス預金と同じ状態なんですよね。引き出せばあるのに使っていない、そういうものが人間にも存在するんです。次々明かされる第六感。2019年にですね、ジャパン一賢い東京大学と、全米一賢い、あ、まあ全米一じゃないな、アメリカのカリフォルニア工科大を中心とした共同研究チームがですね、はい、人間には第六感、時期を感じる能力、パワーがあることを発見すると発表してるんですよ。うん、東大が言ってるんやすごいなと思うわけなんですけども、これまで人間の感覚というのは、視覚、聴覚、触覚、
覚、味覚、嗅覚なわけなんですけども、うんうん、地球の磁気を感じる力はないんやでーって言ってました。あ、そう。ところがですね、研究チームは実験で人間の脳波を調べるんですね、うん、ピッ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 ピーって感じで、うん、で、いや、いいよ別に。で、その人間の脳波にこの磁気はどういう反応をするのかっていうのを調べたんですよ、はいはい、そしたら異なる反応が見つかるんですよ。だから磁気の向きが違えば人間の脳波が変わってると。つまりどういうことか、人間は地球の磁気パワーを感じ取れることができるんですね。あ、そう。じゃあ人間の体は磁気を感じる働きを持つ物質をたくさん含んでいるもの、これを自分の意思で使うことができてないだけなんですよ。じゃあこの研究チームのリーダーはですね、人間に未知の第六感があることが確認されたと。これを意識的に利用することは非常に難しいが、今後さらに詳しく調べて探っていきたいということを、まあ、言ってるんですよね。可能性あるよ。じゃあその第六感一体どうやったら目覚めれるのか気になってきましたよね。教えて。これが分かればあなたは明日の晩ご飯でもう悩みません。ええ、どういうこと。明日の晩ご飯何食べたいやろうなーっていうのが分かるな。別に第六感なくたって別にそれは考えれる。いや迷うよ主婦の人とか。え、主婦お悩みチャンネルやから、うちみんな家事しながら見てくれてますからね。まあ、というわけで皆さん、まず沖縄に行きましょう。沖縄には第六感を目覚めさせることができるトレーナーがいるんです。そう、普段は足つぼしなんですけども、うん、実はですね、その傍らスピリチュアルカウンセラーとしても活躍されてる方がいまして、うんうん、第六感を開く方法として本も出版されてるんですね、すごいことで。実際にその訓練を受けて第六感を習得した人物まで現れているんです、まあ、日本では、まあ、僕らが感じないだけで微弱な地震というのがもうめちゃくちゃ起きてるわけなんですけども、うんうん、トレーニングを、まあ、ある人が受けて、そっから7ヶ月経った頃、理由が分かんないんですけど急に恐怖心が襲ってきたらしいんですよね、うん、最初は恐怖心の正体が分からなかったんですが、はい、急に地震が来るっていうのが直感で分かったらしいんですよ。分かるんだ。そうで、焦ってこの地震の規模が、まあ、分からなくて慌てて部屋から飛び降りたそうなんですよね、うん、で骨折をしてしまったらしいんですけど、いや赤い赤い赤い、まあ、地震はちなみにそんなに大したことはなかったそうなんですが、今までにない感覚がいきなり目覚めてね、うん、力をちょっと使いすぎてしまったみたいな。大丈夫、骨折は。あ、まあ、骨折は治ります。それは人間の修復能力があるんで。なるほど、はい、大丈夫です、はい、でこの能力が、まあ、第六感だと言われており、能力が覚醒した後はそれをコントロールするトレーニングが必要なんですね。ということで、じゃあどんな訓練をしたら目覚めるのか気になりますよね。教えて。それはなんと今日本では意図的にこの第六感が目覚めないようにされている可能性があることが分かったんですよ。そう。じゃあ実際どうやってやればいいのか。その方法はただ一つ、五感を使う。そのトレーナーが言うには、五感を使いこなすことで第六感に目覚めるよってことを言ってるんですよ。五感というと小池さん使ってますか。いや使ってると思いますけどね、まあ、結構ワンピースの五感読み替えされてますもんね。じゃあのボケれたらちゃんとボケて、今めっちゃ前髪の連続やったから今日口回ってないですね。口回ってない、はい、頭は回ってるけど、一つの出来事を、まあ、五感全てを使って感じられるようになることが重要だと。じゃあ例えば皆さん旅行とか行った時に綺麗な風景とか見た時ってどうします。どうします、写真とか。いやもうそれが甘いんですよ。ピクチャーなんて撮ってる場合じゃないんですよ。撮るじゃん。心の目で覚えるんですよ。それが視覚を使うということ。いや見てるよ目でも。いやいやもっと感じて。見た上でじゃん。目で見て綺麗と感じる、その場の空気、気温を感じ取る、そしてそこにある空気の匂い、それを感じ取るんですよ。わかりますか小池さん。そしてそこにはどんな音があるのか、そして聴覚を鍛える、で空気を味わうんです。はい、そうすることで五感は鍛えられていくんですよね、うんうん、写真を撮ってる場合じゃないんですよ。そうなんです。写真は触覚と視覚しか使ってないんですよ、うんうん、それじゃあ第六感には目覚めないんですよ。もうみんな携帯捨てましょう。あ、捨てる。はい、もういらないっす。まあ、バラバラに感じるのではなく、これ毎回全てを五感で感じるようにすることで、この五感では研ぎ澄まされていくと。なかなか同時に使うっていう発想がないもんね。で、まあ、この五感を使うくらいのと実際第六感開いた人もいるそうで。へー。その例として2017年、沖縄で予備校の講師をしていた先生がいらっしゃるんですが、大変人気な方だったんですが、受験で志望校に合格する生徒はいなかったんですよ。まあ、あの先生おもろいけど腕はいまいちやんな。なるほどね。予備校側からの評価も、この先生時代ちょっと君の給料上げることは難しいよみたいな、うん、でそして、まあ、先生側もこの金やったら家庭も持つことできひんなとか、であまりにも受からせられへんからクビになって失業したらどうしようとか、うん、まあ、そういう不安を持っていたそうなんですよね、うん、でそこで、まあ、その悩んだ先生は、はい、トレーナーの方のさっき書かれた第六感の開き方の本を、まあ、買われたそうで、うん、でそこから五感を磨くことを始めたらしいんですよね、うん、でそれまでは生徒の受験校の取材傾向を、まあ、もうめちゃくちゃその業務外の時間とか分析夜通しでやって傾向とか対策を立てて生徒に教えてたんですけど、それを全部やめたらしいんですよ。やめたんよ。
そう、うん、もうそれやめていいんと思うわけじゃないですか。それはもう仕事放棄するの同じやで。でもじゃあ代わりにあることをやったんですよね。何を？それが実際に生徒の受験校を見に行くと。でそこに流れる空気を味わい、匂い、学者に触れ、学生たちの声に耳を傾けると。で自分の中で明確に生徒が受験する場所がしっかりと感じ取るようにしたらしいんですよ、うん、そしたらそこの過去問を見直すと、うん、今年の問題が分かるようになった。へえ。受験対策の問題がスラスラと作れるようになった。で、ある日もその先生はパンフレットを見てこうやって手をかざし出したらしいんです、うんうん、もう周りからは何やってるのあいつみたいな、うん、それは怪しいよね。やまないみたいな、うん、もう同僚からも、あいつ講師辞めるんやろなみたいな、いよいよ末期やなみたいなこと思われとったんやけども、実はそれ手かざすだけで今年の問題が分かるようになったんですよ。ちょっと待ってや、それほんまインチキちゃう。しかも、うん、的中率9割、うん、いやマジか。クレイグ・ハミルトン・パーカー超え、恐ろしい、うん、的中率なわけなんですよ、うんうん、で、まあ、受け持った生徒たちは当然合格しまくるんですよ、ね、うん、かなり第6巻で目覚めた。これすごいね、まあ、ちなみに僕もですね、受験生の時にたまたま同じ行動をしてて、京都大学の学食とかに勝手に入って、うん、勝手にご飯を食べて空気を味わいながら、まあ、味も楽しみながら、学生たちの声を耳を傾けたんですけど、めっちゃ普通に落ちましたね。何の話してんのこれ。俺は誰か目覚めに行くなっていう同じことやってんけどな。なるほど。パンフレットに手をかざすはやらんかったから、それがやってない。多分これ範囲です。なるほど。パンフレットに手をかざすのはやっけ、はい、兄弟でした。なるほど、ね、はい、残念です、はいで実際この第6巻を使ってやっぱやりたいことっていうのは自信予知だったりだとか、まあ、そういうのやりたいわけじゃないですか、はい、でもこれ実は2020年に成功したと言われてるんですよ。そうやろ。それが動物による自信予知で、2011年このペルーで起こったマグニチュード 7.0 の大地震の8日前に近隣地域のネズミが大移動してたことを報告されていると。おで日本も深海魚のリュウグウの使いが浅瀬に現れるとか、うん、まあ、メガマウスが現れるとかいろんなこと言うてるんですけど、うん、このような都市伝説的な話と言われていた話題にかつてアインシュタインが所長を務めたドイツのマックス・プランク動物行動研究所が本気で研究に取り組んだんですよね。へえー、すごいね。その結果ですね、地震が多発するイタリアの農場で牛6頭、羊5頭、犬2頭の首に加速度計を取り付けて数ヶ月にわたってその行動を記録したらしいんですよ、うん、その結果地震発生の20時間も前に動物たちの異常な行動が記録されて、震源地に近ければ近いほど異常行動が早く現れることが分かったんですよね。これも科学的に証明されてるの？そうです。じゃあ今後人間の第6巻の研究が進んだ時にはもう予言の時代ではありません。確実に予知できる時代がやってくるのかもしれません、まあ、実際日本の政府もですね、2050年までに人が体の空間時間の制約から解き放たれる社会を実現ということを言うているんで、もしかしたらこの脳の解放というのは我々が今頼っている五感だけではなく第6巻、第7巻、第8巻までを使うようなパワーのある計画なのではないのかということが今話題になっております。どこでなってるの？僕の中で。まあ、ということで、はい、本日の回は皆さんいかがだったでしょうか？面白かった。ありがとうございます、うん、本日のトレハダスコアは6。まあ、やっぱりね、まあ、この第6巻6という数字はですね、非常にパワーのある数字なんですよね。俺たちの鳥肌ポイントは、はい、あの予備校の講師ができるならなんで俺受からんかったんやろな。いやもうそれもやっぱ沖縄でやっぱ環境のせいもあるじゃん。やっぱ俺もまず沖縄のそれなら本読むとこから始めなあかんかったんやな。まずちょっと大都会東京で暮らしてたらちょっと第五感退化していくっていうのあながちあるんじゃないの。大都京だから第五感ええ言い踏んでるんかな。まあ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 俺らも五感で楽しんでいきましょう。それでは See you バイ。君がいたら笑ったら無情にもカラビナほどけてゆく気ぽろりほり人の理想に予言は入り込めない。君がいたいら笑ったら無情にカラビナ筆の涙時計のように稲妻のように